93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。今日4月11日はガッツポーズの日。1974年4月11日に行われたボクシング WBC ライト級タイトルマッチ戦でガッツ石松氏がチャンピオンだった、ルドルフォ・ゴンザレス氏に勝利。その瞬間、ガッツ石松氏が両手を挙げて勝利の喜びを表した姿からガッツポーズと呼ばれるようになったそうです。劇団スティック公演が大成功だった花輪団長をみんなでガッツポーズでお祝いし、ラジオショーが始まりますよ。ありがとうございます。まさに昨日の劇団スティック最後ガッツポーズで終わりましたから。終わってましたね、うん、最後みんなでやーっていうところ、はい、あれガッツポーズですからね。そうですね、そうですよ。昨日もはるかちゃん見に行ったんだもん、ね、ありがとうね、はるかちゃん見に来ていただきましてね、千秋楽、はい、ちなみにキジトラトラちゃんさんからいただきました、うん、メール来てるのね、ありがとう、はい、ありがとうございます、うん、はい、私も行かせていただきました。そうなんです、ありがとう、うん、メールもいっぱい来てますよ。あ、ごめんなさい、うん、猫の座布団さんですね、うん、劇団スティック第2回公演グッドナイトハイスクールの千秋楽を拝見しました、うん、私はブロードウェイに見に行ったこともあるくらいミュージカルが好きなのですが、これはこれでいいと思いました。最初は花輪さんの見たこともない動きにみんな笑うなど小さな笑いが出てきましたが、見ているにつれこれはこれで良いと引き込まれ、決してつまらないからではなく真剣に見ているから自然と笑いも減り、それでも時々出てくるスティックモーションにまたみんな笑って、うん、とあっという間の1時間半でした、うん、ぜひまた来年の公演も見てみたいです、うん、いい、いや、ありがたいね。スティックモーションっていうのはいいね、スティックモーション動きをね、あの独特の動きをスティックモーションっていうんだね。そうだね、動きはやっぱりね、なんかあれはやっぱね、生で舞台で見ないと伝わんないからね、うん、これやっぱラジオでなかなか伝わんないから、ね、相当練習したんだけどね。あ、いや、それも伝わりましたよ、なんか練習頑張ったんだなっていう感じでね、じゃあすごい分かりました。そうだよね、いや、でもありがとうございます、本当に、はい、ミュージカルとブロードウェイ見てる人がいいって言うんだからすごいよね、うん、もう最高峰見てる人がもう認めています。そんな差はないってことなのかな結局ミュージカルに差はないっていうこと。それはもうよ、とは言ってないけどね差はないとは言ってないけどね、これはこれでいいって2回言ってるよね、これはこれでは、うん、これはこれでいいっていうちょっと独特の表現ではあるけどもね。そうですね、いや、いろいろいただいてますよ。いっぱい来てますね、はい、いっぱい来てるね、嬉しいですね。ナスホルンさんですね、うん、昨日の劇団スティック第2回公演千秋楽見てきました、はい、開演前の劇場を案内から笑いが起きて、うん、いざストーリーが始まったらまさかの場面からスタート、うん、どんな展開で進むのと思っていたら学生生活がスタート。ああ、本当に最後まで笑って笑ってちょっとほろりとさせられて、うん、見に行って本当に良かったです、うん、インタレスティングたけしさんのあのマイクへの近づき方は予定例外だったんですね。でもお客さんは大爆笑でした、うん、あと主演のお三方と女子高生役の方は本当に歌も楽器もお上手で、うん、とても素敵でした、うん、つくづく2日間だけの公演というのがもったいないと思いました。また来年も必ず見に行きたいと思います。ありがとう。すごいですね。インタレスティングたけしがゲストで来たんだけど、あの初日終わった後に、うん、まあ、あのメインの女性陣はあのこうで、なんていうの、ピンマイクって、なんていうの、あのこう、ヘッドセットのマイクをつけてるんですけど、でもあれは全員分は出せないから、あの3人しか出せませんということで、男性陣は足元にあるフットマイクを使ってやるので、あの、やっぱり、なかなかこう声が、届かないんですね。まあね、そんでまあ、ちっちゃい小屋だからね。ちっちゃい小屋だから。普通は大体お芝居そんな感じだよね。で、昨日の公演が終わった後に、やっぱりあの、なんかあのマギーさんが見に来てくれてて、マギーさんとか八嶋さんは花輪くんはやっぱりさすが漫才とかやってるからマイクを意識して、なるべくマイクの上で、あと少ししゃがんだ時に歌うとか、そこができてたからやっぱり聞き取れた方がいいよねって話をみんなに開演前にしたんですよ。そしたらあの本番インタケが、あの昨日あの寝そべってマイクフットマイクで歌うという暴挙に出まして、俺もう腹ちぎれるぐらい笑いそうなんですあ、それちょっと初日には見れなかった、初日見れなかったですね。びっくりした、寝そべっていや、そういうことじゃないんだけど、いいんだけど
近づくってそういうことじゃないじゃん。すごいね、うん。私もびっくりしました。うん、極端なんだね。極端だった、ね。意識する。何やってんの？それ、うん、マイクに近い方がいいかなと、うんとかって言うから、いやそれわかるけどみたいな。そういうことじゃないよみたいなね。知っちゃったから。これがマイクだって知っちゃったから。知っちゃったから。足元にあるやつが。なんだかよくわかんない黒い置いてるやつだと思ってたんだけど、あれがマイクだって認識しちゃったから。覚えちゃったからあいつも。そうか。それはいいね。二日目ならではのハプニングだね。そうですね。八嶋さんのアドバイスをかけての。可愛いっしょインタケって。可愛らしいですね。本当なんか出てきただけでもそう注目がいっちゃうけど。NHK の所ジョージさんやってたあのアレフみたいでしょなんか。あそうだね。キャラクター。アメリカのなんかキャラクターみたいな。アメリカのキャラクターみたいでさ。そうですね。インテリに出てそうな感じ。インテリに出てそうなキャラクター。出てそうなちょっとインタケ。動きも可愛らしいですね。可愛いんだよ。本当に全てにおいてね、最後までなんか分かってなかったけどね、あの椅子持ってっちゃったりとか。あ、そうなんだ。うん、そうそうそう、段取り一番、まあ練習も途中から決まったからね。ああ、だけど、ね、本並健二さんだったからね、一応予定では。本当に本並さんに行こうとしてたんだ。本当に本並さんに行こうとしてたの。本当にミュージカルが NG なの、本並さんって。本並さんがラジオに来たじゃない、うん、丸山たりが。その時にやりたいですってなったから、一応、うん、オファーして、うん、初め OK いただいてたんですよ。それで、あのもう一回台本も本並っていう役に、なんかサッカーの少し役に変えてやってたんだけど、本並さんの事務所に渡したら、なんか本当にセリフがちょっと多いとダメらしくて、それでもうちょっと減らしてくださいって言われたの。本並さんって結構その物覚えがだんだん年取ってきて難しくなってきてるから。まあ役者さんじゃないから。役者さんないから、ああ、じゃあ分かりましたってなって、減らして送ったら、よく見たらこれミュージカルじゃないですか。いや気づかなかったね。歌なんかできませんよってなっちゃって。こんなに歌えませんからってなって。まあやべえ、こんなにどうしようってなって。見たかったな。で、あそこの枠が、まあ、カブラギさんとか、最終兵器でいるんだけど、カブラギ正信さんってね。だけど、カブラギさんは、やっぱり、ちょっと難しいと。なんか僕もあんまり出役はってことだったんで、まあ、インタレスティングたけしがいるなと思って、そうだと思って。インタケに言ったら、あの、全然やりますっていうことで。で、終わった後ももうインタケ仲良くなっちゃったから、もう正式に劇団スティックに入ろうかって話になって。ゲストだったのが、じゃあ。ゲストだったのが。今回、入房しましたんで。入房入部じゃなくて。入房しました。入房っていう。入るんですよ。スティックの中に入るんだ。入るってこと。棒の中に。入房。はい。一人立ち入房しましたね。ちょっと。それは筒だけどね、もう中に。あ、そっか、中に入るともう筒だけど。うん、入ったんでね。すごい、新鮮力。新鮮力です。いや、本並さん見たかったな。本並さん見たかったでしょ。俺も本並さん見たかった。その歌の部分だけ、あの、なしでできなかったのかね。そのお芝居だけの視線とかでも。セリフがやっぱりちょっと多すぎて。あとまあ、忙しいから、スケジュールもなかなか。稽古も必要ですもんね。うん、回らなかったっていうのは。まあありますけどね。どうでした、はるかちゃんはね、昨日見てみて。私は本当見る前に、席座った隣にプロデューサーの石田さんがいらっしゃって、あの、なんか昨日その初日の公演を見た人に聞いたら、みんなが口をつぐみましたって聞いたんですよ。口をつぐみました、あの、見たスタッフに感想聞いたら、感想言わずに、ちょっとネタバレになっちゃうんでって言って口をつぐんだっていうことを聞いてたんで、これ本当にひどいんだろうなって。それを聞いただけだとそうだね。本番直前にそう思ったんです。でももう見たらめちゃくちゃ良くて、素晴らしいなと思いました。いや、ありがとうございました、本当に。もう演者さんももちろん個性もあって、すごいたくさん練習してる姿もすごい良かったですし、あと脚本、小川さんの脚本がすごく良かったですね。もうシスターフットじゃんって思いました。何しその女性同士が、その連帯して、その自分の人生を取り戻していくみたいな、その刑務所を出て、で、女性たちが、その年齢も違う3人が、そのまとまって、こう、支え合って、こう、一緒にね、やりたい、バンドやりたいって気持ちを叶えていく。で、学校にも掛け合って、本当は、できない状態のものを叶えていくっていう、
シスターフットじゃんって思いました。シスターフットって、シスターフットって知らないんだけど。あ、知らないです。うん、ありますよね、そういうドラマのね。ドラマがある、はい、そうなんだ。そういうのをシスターフットっていうの、はい、その女性同士がこう連帯するっていう形が、やっぱ熱いんだ、やっぱそういうのね。そうですね、やっぱその主演で、しかもあの岩井さんですか、うん、岩井ホラコさん、はい、岩井ホラコさん、やっぱちょっとこう中年の女性じゃないですか。そう、ね、やっぱその中年の女性がもう中心にいるっていうドラマ、うん、これが見たかったって私は思います。おお、なるほど、はい、そっか、主演って大体ねイケメンだったり、うん、まあね、そうですね、若い女性になりがちなんですけど、うん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 、でもそれをやっぱ中年の人生経験がある女性が、うんうんうん、そうだね、しかも一般の女性が普通で中年女性の主役って言ったらもう大御所女優だけど、そうなんですよ、違うんだよね、もう吉永さゆりですみたいな感じが多いんですけど、それもいいんですけど、やっぱ一般の中年女性が主役っていう、これが見たかったっていう。いや、熱い熱い、本当にそうなんです。飲み行こうか、語れそう、本当にすごい、美味しいお酒飲めそう。もう脚本からすごくいいなって思いました。だから要するにもうネタバラシすると、うん、窃盗犯、殺人犯、あと、うん、薬、うん、この3人の助手の、うん、人が要するに、まあ、刑期を終えて刑の中からスタートするね、うん、まあ、で高校に、夜間学校にもう一度入り直して、うん、あの時にスクールライフをもう一回楽しもうと、うん、っていう3人の生徒が、うん、学園祭でバンドをやりたいっていうので、うん、全日制の若い女の子と心を通わせて、うん、最後バンドを歌うって話なんだけど、うん、でもその初め3人がね、うん、檻の中で始まるじゃないですか、うん、あそこもすごく良かったんですけど、うん、やっぱさすがだなと思って、八嶋智人さんとかは、うん、あれはね、俺思ったんだけどね、うん、独房をにするのよって言って、一人一人独房にして三人だ時にみんなこういう顔してたんだっていう演出もあるよねとかって言ってた。なんかみんな、あ、それいいっすねみたいな。グッドナイトハイスクールまた進化させてやりますみたいな。そう、確かに、なるほど、いいですね、そういうの。なんかちょっといいよね、ね、なんかそれいけそう、関わっちゃいそうじゃん、なんか熱いからね、熱いから関わっちゃいます。ドラマ版では、うん、ドラマ版でははるかちゃん出てくるかもしれない、うん、ドラマ版、あ、ドラマ版いいですね。しかもその3人が、うん、そのバンド組んで発表できるってなった直前に、あのその刑務所前科があったっていうことが知れ渡ってしまって、うん、危機になるじゃないですか、うん、そう。でもそれを助けるのが現役の、そのバンドメンバーの女子高生なんです。私はそのやりますとその子は言うんですよ。やるっすっつってね、やるっすっつって。だから女子を助けるのが女子なんです。シスターフットじゃん。なんだよ、おい知らないんだよ、なんだそれ。何を探してるの、なんでピンと来てないの。シスターフットのカメラ来てないの、ね、シスターフットのカメラって何、金もらってんのか。いや、金出ないです。回しも、回しも。シスターフットから金もらってんのか、金出ないです。シスターフットから。ステマか、出資されてんのか、シスターフットに。金出てこないです。え違うの、シスターフットそういう、ゾゾみたいな、そういうんじゃないの、なんかこう。なんだろう。前澤友作さんがやってるやってないです。ベンチャー企業じゃないの、やってないです。違うの、それをね、そう、男性陣もいる中、うん、全然その揶揄したりしないんですよね、うん、そういうところもすごく素敵な、みんな優しい、ね、だから小川さんがやっぱり、うん、とにかく優しい人だから ね、 そうね、小川さんってだから、ね、それは多分出てるんだと思うんだよね、うんうんうん、学生の頃からやっぱなんか映画撮ったりね、そう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 、してて小川さんのやつってな、そういう優しい話が多かったもんね、優しい話だ、モテない学生の話とか、そう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 、なんかそういう視点がやっぱずっとやっぱ気持ちいいんだよね、小川さんの作品ってね。もうあの人は天才ですよ。だから耳鳴りってコンビだったのよ、うん、なんかずっと大学の時に、うん、まあ、知る人は知るよ、うん、で高校生の時に、うん、ラママ出たりしてたんだから、うん、あとお笑いし、お笑い赤坂のお笑い道場っていう浦口さんが司会の、うん、あれにももう耳鳴りって高校生ぐらいの時から出てて、うん、早い段階でもう初段とか二段とかなってて、うん、だからもう知る人ぞ知る東京のコントの天才コント師です、ね、コント師だったのよ。で、ジョーダンリーグっていう大学の時に日本一を決める大会、うん、今でいう、今はもうね、令和ロマンとか、うん、あそこら辺が大学終わりってやってますけど、うん、その1回目のブームが96年から2000年ぐらいの時の4年間なんですよ、うん、ちなみに僕らの大学はずっとそれで日本一になってたんだけど、うん、その時の
優勝したコンビがエレキコミックの今立さんがコンビ組んでたポゲムタっていうコンビで、うん、漫才でね、で準優勝が小川さんの耳鳴りってコンビですから、うん、だから演者としてもすごくすごい方で、うん、でね、でその耳鳴りのコントもめっちゃ面白くて、うん、なんか相方が川島さんって言うんだけど、うん、小川さんが川島くんにあのメガネをね、うん、プレゼントでメガネ買ってきたって言って、うん、でメガネって絶対自分で買わなきゃいけないじゃん、うん、だけど川島、うん、普通だったらなんでだよって言うんだけど、そういうツッコミがないコントなの、うん、いや ありがとうって川島さんがメガネ買ってこうやってすっげー見えないのに、だ、ね、からそういう生活していくみたいな、うん、そういう優しいコントを書いてた人だから、うん、やっぱ小川さん面白いなと思ってたのよ、うん、でその後なんか耳鳴りっていう言葉がテレビに出づらいっていうので、なんかパパロアっていうコンビ名に変えたりしたんだけど。そう、ああ、あったね。そうだ、パパロア時代あったね。パパロアになって、で最後パパロアで解散しちゃって、そっからまあ作家さんになって、今で言うとまあエレキコミックの単独ライブとかの、ずっと作家さんとかやられてる方なんだけど、うん、まあ小川さんがね、やっぱり本当良かった。だから小川さんとまた話してたもんね、ずっと。うちらのね、まあ、ギャグで言ってるけど、うん、唯一あるショートコントって言ってね、うん、その、ああ、本当だ。僕らはまあ漫才ですから、ショートコントなんかまあないんだけども、一、うん、つだけショートコントありますみたいなので、うん、本当に長い営業の時とかやったり、うん、あの、色物屋とかそれ出てたりしたんだけど、うん、そのショートコントは耳鳴りのショートコント。よく考えたらめちゃパクってんだ。めちゃくちゃパクってます。で、まんま。そのままやってる。そう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 。ちょっと やりましょうか。まあちょっとラジオで伝わるかな、ちょっとわかんないけど。泣いてるよね、ね、少年よ、なんでそんなに泣いているんだい。泣いてなんかないよ、うん、毛穴をすごく見てるんだよ。目悪いんだね、これこれが小川さん作の耳鳴りの、ショートコントですね。す泣いてると思ったわ。泣いてるとこうやってね、こうやっての目を伏せてこれてるのがなぜか、はい、それもすごい化け物だなと思ったのが、さんまさんが、うん、なんかこれを知ってて、なんかどこで見たのか分かんないんだけど、だからさんまのまんまにさ出たんだよ、去年か今年に、うん、サンドイッチマンと、その時に、うん、お前が泣いとるんかとかって振ってきて、うん、まさかこれのことかなと思って、うん、毛穴をすごく見てるんだよって やったら、うん、お前あのスーツの上からやないかって、うん、そこ引っかかってたんだね、うん、そこ引っかかってた、だからそのパターンも考えとかなあかんわ、記事のパターン長袖やないかお前っつって、ね、記事のパターンとか、ね、どんなアドバイスだよ恐ろしくなったもんね、さんまさんの。そこのリアリティは大事なんですね。よく知ってたよね、あれね。どこで見たんだ。知ってるから。テレビでそんなやってないもんね。やってないよ。どこで見た。だからそのすぐ触れるやつを多分。工場委員会でやったのか。あ、工場委員会もう一回やった。工場委員会閉店ガラガラでやったんだ。あ、だから、ね、それは目の前でやってた。目の前でやってた。気になってたんですね。それはそうだわ、さすがに。だから本当にすごい良くて、で来年もまたどうしようかなみたいな話を小川さんとまたいろいろ考えてやっていこうかなと思ってるんですけど、いや本当にまたミュージカルになるんですかね。ミュージカルも良かったでしょ、すごいね、はい、アクアフェリオさんからメールです、はい、花輪さん、次回のミュージカルはワイヤーアクションで飛びますか。あと劇団スティックのディナーショーはどうですか。ディナーショー、うん、音楽をね、で歌あるから、うん、オリジナルだもんね曲。いや、オリジナルの曲じゃないですよ、ほとんど。最後だけですよ、あれ全部、あとはあのパロディーです。まあ、替え歌もあったけど、はい、もちろん、はい、あ、全部替え歌ですか。全部替え歌です。うーん、とにかく小川さんが、うん、そうアイドルが好きなんですよ、うん、昔から、うんうん、もうとにかくあのマッチが大好きで、うん、それでとにかくジャニーズが大好きだから、うん、今回もうほとんどそのジャニーズの曲をモチーフに、だから一発目のあのみんな出てくる曲が春風にいいねっていう渋垣隊の曲なんですね。でその後のジグザグセブンティーンっていうのも渋垣隊のよくあのあいつがやるやつ、スカちゃんと矢島リーが、スカちゃんがね、で、あ、それはあった、で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 、ってやつあんじゃん。あれがジグザグセブンティーンってやつ。それとかは、その、うん、分かった、替え歌で。そうそう、あとガラスの10代。あ、ガラスの10代分かりました。あの、音楽をね、担当した中場さんの、弟さんが、うん、一緒に帰った。うんうんうん、その、うん、バンドの曲は、まあ、その人たちが作詞した。あ、う、と、ん、の音楽も、シュマリさんが、やったんですかって言ったら、一応その、原曲、オリジナルがあるけど、うん、それちょっと微妙に、変えて、やってたんですけど、うん、その、変えた部分は、ほとんど皆さん歌えてなかったんで。
ちょっと変えちゃったら完全にオリジナルのメロディーになってる人とか、あとは変えすぎてる人とかいたので、それがバラバラでしたって、うん、シマリさんは言ってた。シマリさんが、うん、そのお手本でデモテープ送ってくれるんだけど、うん、うますぎて、だからそんなやっぱりみんな歌うまくないから、うん、ちょっとずれちゃってた。でもそれを一生懸命聞いて練習してね、うん、そう披露してたんだよね。あのガラスの10代と、うん、ザ・ウィンディーっていうさ、うん、知らないかな、うん、俺とかの世代はもうむちゃくちゃちょうど聞いてたんだよ、うん、あの君のもとに源氏とかって知らない？光源氏のさ、光源氏の歌か、うん、乗り込んだ船の名は The Windy っていうのがあるの、うん、その中にラップがあって、うん、そのラップが小川さんが好きで、うん、だからその10代とそのラップを組み合わせてやったりとか、あと松浦彩さんの、絶対解ける問題っていう曲を途中で入れたりして、だからその最後のバンドの曲以外はほとんどその、なるほど、要するにジャニーズとかの曲なんだけど、うん、そのね次の日にジャニーズのライブがあるね、亀梨くんどんな気持ちで聴いてたのかな。本当だね、先輩たちの歌をまさかこんな風にアレンジするちょっと違う後にね、ちょっと違うんじゃないか、だいぶ調子狂ったと思うけどね、ドームのライブは。そう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 、でもそのおかげでなんかこう明るい雰囲気がなんか後押しされてる感じがしましたね。そうでしょ、曲の中に、うん、色褪せない名曲でしたからね、うん、やっぱり、まあ、ありがとうございました。そうですね、うん、今度なんかあれ、うん、なんか振りながらとかもいいかもしれないですね。あ、アイドルのコンサートみたいに、はい、もうペンライトを。あ、だからグッズみたいのがないからね、うん、あ、なんかそういうのもいいかもしれないですね。グッズはもう絶対出した方がいいね。アクスタ出しましょうよ。アクスタとかもう絶対人気出るから、うん、なんでアクリルスタンドってなんかすごい人気なんでしょう。みたいですね、うん、なんかそのいろんなところで、それをねすごくいただいた、その意見を。アクリルスタンドないんですかっていう。確かにアクリルスタンドって何年前からですかね、なんか言われ始めたんね、あれみんな、うん、なんで急にあんな流行ってんのかね、アクリルスタンド。なんか家とかでちょっと飾りやすいってことなのかな、うん、あ、そうですね。 あとなんかそれと自分をこう一周ツーショットで写真撮ったりとか、うん、その見に来た記念に推しと一緒にみたいな。そうですね、うん、推しだけアクスタだけ並べるとか、あ、なんかそういう感じで使うのね、アクスタ。じゃあ久々にあの50が来ましたから、うん、最近はちょっとお会いしてなかったんですよ、うん、なかなか、うん、でもやっぱりチケット取っていただいて来てくれて、うん、で50さんがね4人で来てくれたんだけど、うん、去年も作っていた、ね、うまい棒のなんかタワーみたいな差し入れ、あれを、まあ、劇団スティックにかけて作ってくれるのよ、うん、でそれすっごいありがたいじゃん、うん、うまい棒。それでさ、もう最後バラすときにこれみんなでちょっと分けてね持って帰ろうっつって、うん、それでこうやってバンって言ってじゃあカバンに入れようっつって持ってったじゃん、うん、俺全部納豆味だったんだよ。なんかバランスよくね、取っていけばよかったけど。俺チーズサラミ大好きだった。家帰ったら全部納豆じゃねえかこれっつって。一本でいいよね納豆味はね。うまいけどねあれもね納豆味も。納豆三本で納豆。混ざって納豆ゾーンだけ取っちゃったから。あーチーズだったらよかったなと思って、ね、そうそうですね。グッズはぜひね、うん、次はじゃあちょっと、うん、だから棒なんかいいですよね、こう棒、あ、そうですね、うん、そっか、サイリウムとかペンライトって言わない、もう光棒、スティック、あ、うん、スティック、光るスティック、光るスティック、うん、光るスティック、うん、光る君へ、光る棒へ、光る棒へ、光る、あ、次時代劇とかもいいかもしれないですね。あ、それは昨日、うん、なんかやっぱ小川さんですっごい天才だなと思ったんだよね、うん、でもなんかどなんかアイデアあるんですかって言ってたら、うん、ちょっとあるんだよねっていうのよ、うん、あ、すげえなと思って、うん、じゃあ鈴木くんっていたでしょ、ちっちゃい子、うん、3点あの金髪の、うん、あ、はいはい、あの男の子で、うん、あの子がなんかやっぱり2年連続でそんなに役がないから、うん、ちょっと鈴木くんにフィーチャーしたいよねって話に小川さんがしてて、うん、なんかあの家族でやっているなんかちび姫一座みたいな大衆演劇の家に生まれてきて葛藤してる男の話しみたいのがちょっと面白いから、大衆演劇だったら盾もできるよねみたいな、うん、あと女形とかもできるよねとかして昨日ちょっと盛り上がっててさ、なるほどね、うん、まあ、歌も踊りもできて、そうそうそう、か、あと俺はなんか静雄さんと僕の劇場版も やりたいなってちょっと思ったんだけどね。あんなに人数いらないでしょ、静雄さんのインタケ、インタケ
大きさがちょうどいい。主役がインテゲだともう何言ってるか分かんない。だって静雄さん何言ってるか分かんない。普段。一番近いのがインタケなんだから、背の高さとか喋り方とか、いつも笑ってるしさ、静雄さんも。うん、ちょっとそれもなんかあるなと思ったけど。考えますけどね。まあ、ただもう終わったんで、はい、これだから本当劇団の人ってこれを一年中、そうだね。やるじゃん。俺無理。もう無理無理。うん、大変。お芝居の大変さが。大変大変。わかった。喉とか大丈夫でしたか？あ、喉とかはもう、全く持って大丈夫です。そんなにね、そう、セリフの負担とかはないから。全然全然。あと、座長としてまとめるのが大変でしょ、ね。そう、あと、独演会に比べてそんなにあの、全然休めるから。そうですね。全然余裕。独演会は出ずっぱりですけどね。出ずっぱりだから。はい、うん。まあまあ、楽しくまたやりましたので、ありがとうございました。はい。さあ、グッズといえば、はい、ハリセンボンもグッズ出たの？あ、そうなんです。この間、トークライブを先週やったんですけど、うん、その時に初めてグッズ販売もやりまして、はい、なんかキャラクターのいろいろ、はるなもはるな、はるかもいる、でうさぎみたいになってる、ちょっと可愛らしい感じのシールとか、うん、あとクリアファイルとかある中で、あとなんか個人の、ただ丸出しの私たちのイラストのステッカーもそれぞれ販売したんですけど、それはどうなんですかねみたいな、ちょっと販売する前に話をしてて、そのうさぎみたいになってるんだったら可愛いけど、むき出しの私たちはどうなんですかねみたいな。むき出しってなんでもイラストなんでしょ、写真じゃないでしょ。はい、イラストなんですけど、こうなんかそのままの私たち。可愛いじゃん、可愛くこう書いてある、ちゃんとデフォルメして、はい、そうですね、で一応それも売りますって。あ、相当可愛いよこれ。あ、本当ですか、うん、シールとかは、あ、シールセットあるじゃん、はい、かわいい、かわいい、シールセット、だからうさぎに、ね、着ぐるみ着てるバージョンと、ハリセンボンむき出しバージョンでしょ、はい、つまんまバージョン、やっぱ着ぐるみ着てる方が可愛いだろうな、ね、なんかそうなんですよね、でもなんかこうむき出しバージョンも、むき出しバージョンって言い方がむき出しバージョンってだってもうさこれ言い方がむき出しバージョンって言うから、ね、ごめん申し訳ない、中年の女性じゃん、むき出しいや、そうなんですよ。中年の女性をちょっと可愛く描いて、描いてますよ、出てるんで。PTA のお母さんじゃないの。そうなんです。だから、うさぎだけでもいいんじゃないですかみたいな言ったんですけど、でも、むき出しでも売りますってなって、わかりましたってなって。で、その会場して、そちらも心配だったんで、そのスタッフさんにどうですかねみたいに聞いたら、あ、ちょっと、はるなさんの方がちょっと、出遅れてますね。あ、そうなんだ。ちょっとむき出しの。むき出し腹が、むき出し。ちょっと所属が遅れてる。はい。うん、で、頑張って、私たちも。頑張って、PR していきます。あれだけさ、なんか、マイケル・ムーアじゃねえよとかさ、あれだけやった時、本人のやつはあんま売れないって。かわいそうだよね。そうだね。シュレックとかの方が良かったのかな、シュレックとかの方が売れるんだろうね。そうですね。でも、できないもんね。販売できないから。そうなんね。私もびっくりして、春菜の方が売れるだろうなと思ったんで。ね、春菜もうそれ聞いて、うん、えってなってやばいと思ったのか、やっぱとライブ中にちょっとこんなこと言われてみたいなお客さんに言ってトークのネタにしてちょっとお願いしますみたいな、うん、お願いして、でライブ終わって、うん、もう一回スタッフさんに聞いたら、うん、あ、春菜さんも売れましたって、ちょうどなんか2人とも売れ、買っていただけたようで、最高だね、ありがたかったですね。なんか帽子とかさ、それ別売りで売ってさ、家でマイケル・ムーア作れるとか、なんかそういうのにしたの。ああ、それぞれにバラで売ればね、バラで売って組み合わせれば、そうだね、角の卓造になれるさ、シールとか中華帽とか、中華帽とかね、売れ残ったらなんか角野さんにも申し訳ない。中華棒だけ超余ってる。角野がちょっと遅れてますって、出遅れてますとか、出遅れてます、聞きたくないよね。そうですね、面白いですね。はい、それではそろそろ行きましょう。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further adoLet's dive into it. Are you ready? The Radio Show!
めまして、こんにちは、ナイツの土屋信之です。です。木曜パートナーのハリセンボン箕野遥です。さあ、本日のラジオショー1時台は口ミュージッククイズショー、うん、2時台のゲストは脳科学者の茂木健一郎さんです。3時台は青春かなもあります。うん、そんな中今日のメールテーマはこちら。オワコンですか？うん、はい。オワコンとはね、終わったコンテンツの意味です、うん、移り変わりの激しい昨今、人もメディアも様々なものがオワコンと言われていますが、あなたの周りでのこれオワコンかなと思うものを教えてください、例えば自分の名前に虎が入ってるんですが、うん、大体のおじさんは阪神ファンなのって聞いてきます、ね、虎イコール阪神おじさんはオワコンでしょうかとかね、バラエティを見てはオワコン、スポーツを見てはオワコン、 YouTube を見てはオワコン、そう言ってるうちに気づいたら見るものがなくなってしまいました。こんな私はオワコンでしょうか。いや、確かにね、言えば言うほど分かんなくなってくるな。オワコンって本当な、そうすごい強い言葉だよね、そういう意味ではね。オワコンなるぐらいまで行きたいけどね。すごい有名な人しか言えない、言われないってことですよね。まあ、確かにそうだよね、うん、爆発しないといけない。売れてないとだってオワコンにもならない、なんかないからね。うん、おかしいんだよね、漫才協会の売れてないやつオワコンっていうのはおかしいと思う。そうだね、始まってもない、ね、始まってもないものオワコンっていうのはおかしい。そうだよね、コンだもんね、ただのコンじゃないのか、コンにもなってないのかもしれない。オワか。一番悲しい、オワですって一番悲しいですけどね。はい、メールお待ちしております。受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で。メールを送ってくれた人の中から抽選で5名様にラジオショーサインペン黒をプレゼント。ぜひ今日のテーマや番組の感想など気軽にメールで参加してみてください。メールには必ず住所、氏名、年齢、電話番号もお忘れなく。 X で感想を投稿する場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけて投稿してください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分まで生放送。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔スーパーで作ったカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。続いては日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区身代わり不動交差点でオートバイ2台の事故のため通行止めになっています。ところでこの時期は入学したばかりの1年生が登校しています。運転者も歩行者もみんなで子どもの安全を守りましょう。ただいま春の全国交通安全運動も行われています。日本道路交通情報センターの丹羽でした。丹羽さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は
未来環境デザイン企業ミラースホールディングス、三菱ふそう、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。新年度になって、あー忙しい。全然そう見えないんだけどな。そうだ、メッセージテーマは教えて、あなたのリラックス。春風亭一之助、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から。一之助さんのリラックス法は？お昼寝。ネイツラジオショー、この時間はこちらをお届け。 Ladies and gentlemen、 AM 1242 FM 93 Nippon Hoso number 1 DJ Harrison Ben Haruka Minowa Nights the radio show Kuchi music quiz show。 Hello everyone、口イントロの女王ことはるかみのわです。今日も始まりました口ミュージックショー、毎週一人のリスナーの方に電話をつなぎクイズにチャレンジ、有名な楽曲のイントロを私はるかみのわが口で再現する口イントロと、ある歌詞の一単語だけ歌うワンフレーズクイズを出題。両方正解できればラジオショーサインペンをゲット。ナイツのお二人にはスケートとして、リスナーさんがわからなかった時にヒントをお願いね。外国の人なの。あ、お願いね。片言みたいな。さあ、今日のチャレンジャーは、和歌山県八作さんです。もしもーし。もしもーし。もしもし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。八作さん。八作さん。うん、今は何をされてる感じですか？家で、はい、待ってました。家で待ってた。ありがとうございます。嬉しい、和歌山で聞いてくださってるんです。はい、ねえ、はい、和歌山で、うん。どういうきっかけで聞くようになった？もともとラジオが好きで、うん、で、ちょっと、はっきりしたきっかけは覚えてないんですけど、うん、なんかナイツさんとか、うん、中川家さんとかももともと好きだったんですけど、ラジオが始まるって、要は聞いてたんですけど、うん、その、ラジコフリとかわからなくて、はい。口イントロは自信あるんですか？いや、なんか、チャレンジ、放送聞いてチャレンジはしてるんですけど、うんうん、まあ、半々ぐらいかなって感じですかね。半々、うん、なるほど、ね。はい。面白いですね。ちょうどいいかもしれない ね、 だね、うん。ちなみに世代は私たちより上下どれぐらい？私50代なので、はいはい、皆さんよりかはちょっと、はい。ちょっと上の。ちょっと上の。はい。わ、うん、はい、かりました。それでは、よろしいですか、順番、はいうん。はい。それでは、八作さんにクイズいきますよ。私、箕輪はるかが歌うイントロを聞いて答えてください。頑張って。はい。はい、まず一問目はこちら。クーチーイントロクイズ。イントロを聞いて答えてください。それでは、いきます。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 ユーミさんの春よ来い。正解。素晴らしい。おお、素晴らしいですね。確かにこれはやっぱイントロがね。そうだね。印象的有名すぎる。わかりやすかったです。早かったですね。見事。ああ、わかりやすかったです。ありがとうございます。春ですね。そうね、春だしね。八作さん落ち着いてますね。あ、もうやかなり緊張して。本当ですか？緊張してる。はい、ドキドキしてます。はい。いや、これは期待できますよ。ね、頑張ります。はい。はい。それでは続いてはこちらです。One phrase quiz。歌った歌詞の一言だけで何の歌かを当ててください。はい。じゃあ一言は桜です。それではいきます。桜、桜、ああ、はい、桜、あれじゃないかな。もうこれって一回答えたら終わりですよね。あ、そうだ、そう、候補がある。確かにちゃんと説明してなかった。その候補は何、今候補ありますか？小袋さんの
桜かなと思ったんですけど、なんかちょっとイントネーションが、ちょっとあったんで。でもなんか、最終的に1個に絞ってさ、他になんか言ってみな、ね。他に言ってみて、最終的には1個に絞ってください。もう一回聞く？さあ、じゃあ、もう一回お願いします。さくら。お小袋さんしか出てけへんの。じゃあ、ファイナルアンサー？はい、ファイナルアンサーで。お、お、あ、違うか。正解！正解だ！正解だ！正解だ！いやー、この、確かにね、そう、合ってんだけど、わかる、おっしゃってることは、なんか他にもあったんじゃないかなってね。そうですね。石原遥香ちゃん、あれ間違えたかなって顔してる。そうそうそう。私が間違えてた。いやいやいや。難しいでもそれ。自信なくて。いや、お見事ですよ。うわ、嬉しい。ストレートに。ね、今回は、素晴らしいですよ。ありがとうございます。春に強い。春に強い。春に強いのかな。今回たまたま、ね。簡単でした。わかりやすい。簡単だった。簡単だった。はい、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あとナイツさん、私、はい、1月の大阪の魔石のライブ、昼夜、見に行ったんです。あ、エクストラシルバー。我々夜だけだったかな。そうです、そうです。ね、両方見に行って、はい。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。それ直接言いたくて。遠いところね。はい、そのお題です。はい。ありがとうございました、ね。そうそうそう。ありがとうございます。和歌山県も今、だいぶ人口もね、減ってますからね。あ、そうなんですね。結構和歌山って少ないんだよね。あ、そうなんですね。そうそうそうね。全然関係ない話。浅草さん、ありがとうございます。サインペンゲットですよ。浅草さん、おめでとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。お話できて、楽しかったです。はい、こちらこそ、ありがとうございました。また来週もね、もしよかったら。来週はいいでしょ。連続でメール送ります。またまたメールください。はい、待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんな感じで、クチミュージッククイズショーのチャレンジをウェルカム。出場希望の方はメールに住所、氏名、年齢、電話番号と好きなアーティスト、得意なジャンルなども書いて rs@1242.com までメールをプリーズ。スタッフから事前にご連絡がいきますので何卒お願いします。ということで See you next week。 あ、ここで一曲、来週水曜日ラジオショーに登場です。電気グルーヴでホームベース。
ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけど、すぐにはわからないでしょう、と大思いの方。実は簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。お伝えします。横浜赤レンガ倉庫で明日からの金土日の3日間、スペイン料理の祭典パエリアタパス祭りが開催されます。日本各地からスペイン料理のお店が集まり、自慢のパエリアタパスを食べながらフラメンコのパフォーマンスも楽しめるというイベントです。来場者の投票で日本一が決まるパエリアタパス選手権が行われるんですが、それぞれお店では優勝を目指すメニューが揃います。海鮮パエリア、合鴨のパエリア、中国風の担々パエリアなどいろいろと味わえます。また震災復興に取り組む発見福島とのコラボ企画、直径 1.5 メートルの巨大パエリアも登場します。最大250人前が作れるという魚介パエリアで、パプリカなどの野菜を使ったパエリアアートも披露されるということです。ステージではフラメンコ教室カンデーラのパフォーマンスやフラメンコギターの生演奏、カレーにシェリーを注ぐシェリーの専門家ベネンシアドールのショーも行われます。横浜赤レンガ倉庫パエリアタパス祭りは明日からの3日間、飲食代は別ですが会場への入場料は無料です。パエリア大好きという方おすすめです。横浜のスタジオから田中司祭がお伝えしました。田中さん、今日のね、はい、テーマはあのオワコン。オワコン、うん、もうオワコンといえばもう全部私の周りオワコンですけど、はい、いまあ、未だにね、なんか、うん、スマホ持ってるくせに、うん、
直筆の、うん、封書に入った手紙のやり取りをしている仲間が3人ぐらいいるんですか。なんかいいですね。それはそれでね、それやり取りしてんだって残りますしね。いいと思いますよ。それはいいですよね。オワコンでもね、オワコンでもいいですよ。終わってもないし始まってもないし、ありがとうございます。始まってもないわ、おかしい。頑張ります。田中選手、ありがとうございました。ありがとうございました。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム、第3類医薬品です。時刻は1時52分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカ主導の国際月探査アルテミス計画で日本人飛行士を2回月面着陸させることを日米首脳が確認しました。合意文書に署名した森山文部科学大臣は10日 NASA アメリカ航空宇宙局のネルソン局長とともにワシントンで記者会見し、いよいよ月面探査での日米協力が具体的に動き始めると述べました。アルテミス計画で初の月面着陸は再来年の2026年が目標で、アメリカ人2人と見られています。で、日本人の着陸は早ければその2年後2028年の可能性もあり、人選は JAXA 宇宙航空研究開発機構が進めます。また日本が提供する月面探査車が2032年から使われる見込みです。ところで岸田総理大臣は10日アメリカワシントンの国立公園で桜の苗木の贈呈式に出席しました。アメリカが建国250年を迎える再来年までに合わせて250本を送る計画で、岸田総理は日米の絆のさらなる強化とアメリカの発展を記念して寄贈を決めたと述べました。国立公園には1912年に当時の東京市が送った桜の苗木およそ3000本が植えられ、ワシントンの桜の名所となっています。ニューヨーク外国為替市場で円が一時1ドル153円台とおよそ34年ぶりの円安ドル高水準となったことを受け、鈴木財務大臣は今日記者団に対し、行き過ぎた動きに対しては適切に対応すると述べました。行き過ぎた動きに対しましては、あらゆるオプションを排除することなく適切に対応していきたいと思います。一方、林官房長官も今日の記者会見で過度な変動は望ましくないと述べました。為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であり、過度な変動は望ましくない。一方、今日午後1時現在の東京市場の円相場は昨日より1円10銭円安ドル高の1ドル152円94銭から99銭となっています。おしまいに、 JRA 日本中央競馬会の騎手で今月6日のレース中に落馬して入院していた藤岡幸太さんが昨夜亡くなりました。35歳でした。これは JRA が今日発表したものです。藤岡さんは6日に兵庫県宝塚市の阪神競馬場で行われたレースで落馬し、頭や胸に怪我をして入院していました。関係者によりますと意識不明の状態が続いていたということです。藤岡さんは JRA 通算で803勝を挙げ、 G1 レースでも2009年の NHK マイルカップと去年のマイルチャンピオンシップで2勝を挙げていました。父の健一さんは調教師で、兄の祐介さんも JRA の現役騎手です。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える、暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業。メール
いただいてます、はい、当てのマテ茶さん、アクリルスタンドが人気な理由は、うん、推しとお出かけができるからです、うん、そういうことなんだ。よくライブの遠征をするときに連れて行って、うん、現地のご当地グルメや観光地を背景に写真を撮ると推しと旅行している気分になります。なるほどな。ナイツもはるかちゃんもアクリルスタンドを作ってください。お出かけをしましょう。いやーなんかすごいね、うん、推しってねありがたいよね。だからなんかさっきのハリセンボンみたいなイラストもあれば、もう写真のアクリルスタンドもあるよね。写真のアクリルスタンド、もう写真立ってる、もうアイドルとかも本当そのまま写真と一緒に何ご飯食べるのみたいです ね、うん、食べ物と一緒に撮る、ね、一緒に食べる、そうだね。あどこでもいいんで、いいんでもね別にその、うん、連れていくとこはね、連れていくとこはどこでもいいんでもね、ペットみたいなことなんですか。やっぱあのこの南くんの恋人みたいな、やっぱり僕ら世代にはこのニュアンスは伝わんないんだよね。このなんぞのかな、目玉の親父みたいなこと、推しと一緒に旅行できるっていうのが分かんないの。もう その良さが分かんないんだよね。慣れてないですね。慣れてない。肩に乗せんのとか。肩に乗せんの。徳の兄弟みたいな。徳の兄弟、兄みたいな感じなのとか、そういう風になっちゃうんだよね。そうですね。だからここが分かんないところだよね。でもそれ本当にあの大好きな推しみたいな人ができたら、こういう気持ちが分かるのかもしれないね。あ、なんか一緒に連れて行きたいっていう気持ちがあんのかも。で、そういうのってないじゃん、ね、今まで。いやないよね。だからアクリルスタンドがなかったからなかったのかもしれないね。じゃあうちらが青春時代にアクリルスタンドあったら、あったら誰かアイドルにハマってたかもしれない、ね、絶対そうだと思うな。やっぱ下敷きとかしかなかった気がするもん昔は。誰にハマってたかね。馬のアクスタあったら買うんじゃないですか。馬のアクスタ、うん、いや買わないなあれ馬と一緒に旅行し好きな馬とね。いやないな。ビワハイジとかの、うん、ないな。そういう気持ちはないな。世代なのかな。自分で絵描きたいな。でも実際買いあったら買っちゃうかもしれないね。かっこいいってなるかもしれない。まあそうだね、うん、あったら買うかもしれないな、ね、まだわかんないな。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。あの人にお花をプレゼントしたい。だったら茨城のお花ね。茨城のお花？バラや菊にカーネーション、グラジオラスなど茨城はお花がたくさん栽培されているのよ。へー。あ、お花屋さんだ。すみません、茨城のお花ください。ちょっと、お花もいっぱい茨城。 JA グループ茨城。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたも救済の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。ナイツの土屋です。はい、花輪です。ハリセンボンの箕輪はるかです。さあこれで、ここで2時のこれで終わりじゃないですか。ここで、2時のお天気をお伝えしましょう、はい、はるかちゃんお願いします。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 16.3 度、湿度は 50.5%。 今日の東京地方は晴れのち曇り、関東地方は引き続き晴れるでしょう。最高気温は各地で20度くらいまで上がる予想です。広い範囲で春の陽気となり、日差しが心地よく感じられるでしょう。夕方から徐々に雲が広がってきますが、雨が降ることはありません。洗濯物は干したままお出かけしても安心です。
この後春菜のむき出しシールと一緒にお花見する予定だったので晴れてよかったです。さ表現がさむき出しシールって言わない。別に普通の春菜だ。普通の可愛いイラストだからむき出し春菜って言われるとなんか悪いことした人じゃないんだから顔出ししちゃっていいんだから別にそのまんまそうなんだ、ね、どこも隠してないわけだから普段から別に、うん、むき出しってのはすごいよ一回言っちゃったらなんかそれがハマっちゃいましたね、ね、そうですね思い切ってヌードとかになったんだ丸出し丸出しにして今度ねえオワコンメールいっぱい来てます、はい、鴻巣市のカンパーソーさん昔公園にあった上向きの水道はもうオワコンでしょうか現在水道水を飲む習慣がなくなってきているのであまり見かけないような気がします昔のドラマのシーンに出てくると懐かしく感じますけど相当飲んでますけどね俺あそう子供とかと公園行った時公園でね公園にはまだあるよね、はい、あるある全然ある全然あるよあれ、うん、なんか銭湯とかそういうところにもあるよ、うん、あの 上向きに出るやつあの下のあれを押して足で踏んでもあるしここも手元の蛇口でっていうやつもあるある、うんうん、本当にもう水分補給したい時は全然いけるけどねだから公園のやつと施設の中のやつだとちょっと公園の方がなんかちょっとすぐハードル高い気がするけどあまあね、うんまあ、そうそうそう今もうペットボトル持ち歩いてる人が多いから多い多いあそこで水分補給する人は減ったは減っただろう ね、 ね、うん、いつかなくなるのかもしれないそうなんだよね、うん、でも本当にあの自動販売機とかない時あれめっちゃ助かるからないやそうだね、うんうん、全然水道水でもいけるそうだはい、はい、もう一つミャーミャーさんです知り合いや友人にまた電話しての意味を込めて親指と小指を立てた前脇のジェスチャーをするのってオワコンですかドラマでもよくやるしね若い後輩にしたらハッて顔されましたまた電話して、まあ、でもここまで指広げないでこういう風にするかもしれないあ耳にこうあいやでもやっちゃうかもしれないその本当にもうなんかこう車でもう別れ際で思い出して、うんうんうん、あ、うんそうだまた電話するみたいな時にもう声がもうなんつうのいちいち開けんの面倒くさいからもうジェスチャーだけでって時は一瞬でこうやるかもしれないねやっぱそれはそうだもんねああここ待ってもうそれ伝わるじゃんまた電話するっていうのはああああまでやっちゃうでも、ね、そうか若い人に伝わんないかこれやった時にしたことないみたいな、ね、そうだなんなんだろうねでもなんかミュージカルやるようになってからこのホワイをすごくやるようになったんだそう、うん、それが恥ずかしい。これやるもん。めちゃくちゃ昨日の俺連発してたじゃん。怖い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 。なんか表現した時にやっぱ怖いすごい使うんだよね。うん。いないけど日本人でやってる人いないこうなると寿司三昧ですからえこれ、うん、手をあんまり広げすぎて寿司三昧寿司三昧やる機会もないですから寿司三昧実はまだまだメールお待ちしておりますこの後は茂木健一郎さん登場ですショー相続税の申告を後回ししている方へご注意ください申告期限が過ぎると特典が受けられないことがありますまずは無料であなたの相続税をご確認くださいお電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48日本放送が FM でも聞けるって知ってますか周波数は FM93MHz FM ならビルやマンションでも受信しやすく雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめですトライ FM93 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみくださいおかげさまで開局70周年笑顔になれ日本放送ナイツザラジオショーはい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。預金残高を確認するくらいの軽い気持ちでお電話を。0120-10-10-10-10-10-10 Welcome to the Radio Show!毎日2時台はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒に笑いをお届けしていきますが本日はこの方脳科学者の茂木健一郎さんですすいません
よろしくお願いします。ようこそ。申し訳ないです本当にね。できない謝ってください。呼んだのは土屋がちょっと茂木さんと同じく、うん、テンパーをそのまま流す。結構俺、うん、土屋さん、はい、俺すげえ今衝撃受けてた、はい、イケメンだよね。あのビジネスメガネ取ったらめっちゃビジネスは伊達メガネですけど、イケメンで破壊させないでくださいよ。俺だってさっきあの、はい、外とか見ててあれの人誰だろうと思って、いやなんか挨拶したんですけど、いやなんか若いディレクターかなんかって思ってちゃんと土屋で挨拶してって言いましたよ、それちゃんと。いやなんかね、いやいやびっくりしました。お会いできて光栄でした。本当に嬉しいです。本当にね、ちょっと茂木さんに謝んなきゃ。先日ね、うん、ちょっと茂木さんが漫才協会の YouTube にね、あ、出ていただいたんですか。出ていただいて、あ、すごい。本当にこの漫才協会の3組にネタ見せを茂木さんにして、いや面白かったですよ、していただいて、うん、で面白くない人はオワコンの札を上げていただくっていう企画だったんですけど、ね、なんか、うん、あの小木さん結構優しくて、うん、ちゃんと的確なアドバイスして、なんか、ちゃんとオワコンになんなかったっていうですね。オワコン、人組あったね。あ、人いました、オワコン。だから結構、だから、師匠がね、本当、師匠になんかオワコンってやってほしかったんだけど、そういう感じになんなかった。ごめん、僕、そこがね、空気読めなかったんだね。いやそんなことない。ちなみに僕、一時代、あの、有楽町線で聞いてたんですけど、うん、あの、シスターフッド、ヤホーで調べてきましたけど。あ、ヤホーで？だから女性解放運動？あ、はい。のやつなんだよね。そっから生まれた言葉みたいな。なんか60年代、70年代で、はい、なんか映画にもなってるみたい。あ、そうなんですか、シスターフッド？うん。さすがね、なんか。聞いててくれた。いや、聞きました、有楽町線で。途中で調べたら、シスターフッドってなんだろうなって。そう。ヤホーで。調べながら。ヤホーで。そんなに俺たちも言ってないですか、ヤホーで。そんなに。失礼しました本当にもう。小木さんはだから4年ぐらい前に、はい、東京 FM これね、あの東京スピークイージー原さんと共演したんですね。秋元康さんがね、はい、そうだ、考えてるさんがやつですよ。秋元康さんが誰かと誰かを対談させて、秋元さんがおそらく座組考えてるんですよね。それでなんか僕と茂木さんがちょっとお話しするっていう機会をこういただきまして、4年前、うん、茂木さんは本当にでもお笑いというかナイツをすごく褒めてくださるので、すごく昔からナイツはしかもこんなに売れてるのにちゃんと東洋館出てるとかすごいなっていうか、普通出なくなっちゃうね。そんなことないと思いますけど、東洋館はでもそうですね、で出たくないってことはないですね。やっぱ出たいですね。やってますし、浅草芸人さんってほらね、たけしさんの頃からなんか売れるようになっちゃうとあんまりあっちに戻んなくなっちゃう人もいたでしょ。うんうんうん、テレビの方でバーンってね。ねえ、だからナイツの二人は未だに現場に出てくださってるから。そこが出てくださってるってそんなですけど。あればね、テレビがもっとあればね。まあまあそうなんですけど。でも茂木さんでも本当やっぱ笑いのこと好き。好きなんですよ。だから俺、客席にいるときは絶対見つかんないようにこうやって席に沈む。だってそれ客席から見てるんですね。いやだって結構生で。ねえ、嫌じゃん。目立ちそうですけど。でもね、どうですか本当に最近お笑い界は。いやいや、僕だから僕は脳科学的に言うと、はい、そう、これだけ言おうと思ってきたんですけど、はいはい、いろいろお笑いについていろんなこと言ってきましたが、僕も、最近つくつく思うのは、はい、誰かが笑ったら、その人にとっては脳にいい笑いなんですよ。ああ、なるほど。だからその、なんかいろいろ流儀があるじゃないですか、笑い界も。はいはいはい、だけど、その人を笑わせられたらもうその人の脳には効いてるんで、僕はリスナーの方にぜひお勧めしたいのは、はい、オーダーメイドっていうか、はい、身内でしか分かんない笑いってあるじゃないですか、うちのパパはこうだとか、はいはいはい、プロの笑いじゃないんだけど、うん、それで十分本人は脳にいいんで、そのオーダーメイドの笑いっていうのをね、ちょっとお勧めしたいな。身内でいいから、ね、こう普段から笑いをこう取り入れていくというか。そう、ただお父さんだとお父さんのことをよく知ってる人じゃないと言えないし、わ、はい、からないこと。だから別にプロの芸人さんがやる、やらなきゃいけないっていうわけじゃないですよね。お笑いって別に誰でも、ね、うん、やれるものだから、うん、お笑い自体が体にいいとか、健康にいいとかってよく言うじゃないですか。ベータエンドルフィンってのが出て、はい、免疫系が上がるとか、うん、いろんなことが分かってるんですけど。脳科学的にやっぱいいんですね。うん、やっぱお笑いは。あと、笑えない人ってのはちょっとまずいんですよ。これリスナーの方で、あんまり最近笑ったことない人ってのは、なんかまずいなって、はい。笑えないっていうのは、その環境とか。なんかもう気分が落ち込んじゃって、もちろん。まあこれほら、チャプリンかな言ったのが、要するに人生って身近で見ると悲劇だけど、はい、遠くから見ると
喜劇であるっていう。だから笑いはちょっとなんか自分をちょっと遠くから見るっていう。なるほど。だから今日本ちょっとそんな明るい話題ばっかりじゃないんですけど、そういう時こそ遠くから見ると、なんか笑えて、それが前向きの力になるんで、なるほど、ぜひちょっと試してみていただきたいなと思うんですけどね。なるほど。結構茂木さんも落ち込んだりすることってある、あるんですか？めっちゃありますよ。あるんですか？まあこういうオンエアで言っていいのか分かんないですけど、僕あの、会う時マラソン走ってて、佐賀県で。はい、佐賀県で、佐賀桜マラソン。はい、そしたらちょうどあの某民放で、あの、まっちゃんが MC の、そのままたまたま、あの僕あの、まあ、日本のお笑いについてこうだっていう生意気なツイートをしてたんですけど、マラソン走り終わってものすごい疲れたじゃないですか、42.19 を。終わったっつって、ちょっとツイッター見たら松本人志さんが、あの、茂木さんの笑いは、あの、センスないから言われても何にも響かんわって、はい、言ったっていうネットニュースが流れてて。あれ、マラソンの直後に見たんですか？マラソンの直後ですよ。よりによって、あれ、それ、フルマラソンの直後に見たんですか？ダメージ大きくないですか？いや、そのタイミングは知らないですけど。落ち込んだわ。まさかそんなタイミングで見てるとは思わないんで。ぐさっときました、ね。また、マラソン直後じゃなかったら、もうちょっと冷静にね。なんかカフェとかでね、お茶してる時だったら、あ、マソンさんが言ってるんだっていう。ねえ。ということで。それぐらいやっぱり、松本さんのことが、ま、気になるってこと、ね、気になるってか好きですよね、やっぱ茂木さんね、多分ね。いや、僕あの、ずっと昔、ブルータスで対談したことあるんですよ、松本さん。松本さんぐらい前ですか。だからすごく好きなんですけど、まあね、だから、でも、あの笑いと、例えば東京の笑いとまたちょっと違ったりするし、あれ、ハリセンボンはど、ここら辺、ルーツは。東京出身で二人とも。東京ですよね。はい、東京は東京で、まだでも、どこもやっぱりいいと思うんだよね。あ、その人が笑えれば。そういうことでしょ、でもその、その、茂木さんに聞きたいのは、うん、そんなの、まあ、松本さんもそうですけど、うん、そのなんか、笑いのすごい人って、うん、その、さんまさんとか、そうそう、ものすごい切り返しができるじゃないですか。そういうのって、脳科学的になんか、あるんですか？そうなんですけど、うん、その、うん、大事な問題に今来てるんですけど。大事な問題、うん、脳科学的にやっぱり一番すごいのは、その人はもう笑って OK ってみんなが思っちゃえるっていうのが、その人がポンコツであるってみんなが納得できてるっていう状態になるのが一番すごくて。はいはいはい、だから、そうだよな。さんまさんなんかほら、もうさんまさん見ると、笑い怪獣とか言われてますけど、はいはい、笑うことになってるじゃん、もうなんか。はい、もう来ただけで、なんかね、うん、その状態に行けるっていうのが、だからその、うん、もちろん大喜利とか、頭の回転とかあるんだけど、それまで積み重ねて、その存在自体が、まあ、うん、ポンコツ、いい意味でね、うん、ポンコツだっていう。だから、最近、辞めるって言った、はい、某県の知事とかは、学者って感じで、なんか、賢いこと言おう言おうって本人も言ってるし、周りも一応賢い人だからって、ああいう人は一番笑えないわけですよ。言ってましたもんね、延長するんだったら意味ないだろうみたいなね。そう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 。うん、延長だけだから俺は憧れちゃうんですよ、俺は。ほら、一応学者の端くれなんで、俺ポンコツってなかなか思ってもらえないんですよ。なんかそれが嫌なんだ。ポンコツって思われたいんですか？思われたいっしょ。いや、わかんないっすよ。俺は思ってますよ。ちょっと思ってたから。田中さん。思ってたじゃないとあんな YouTube 呼べないですよ、本当に。でも人間ってみんなポンコツでしょ？でそうやって思ってもらった方が安心もするし、うん、笑いが生まれるし。だから、新幹線で昔坂田師匠が、はい、坂田師匠が一人で乗ってるのを見て、一、うん、人でいるときはなんかすごい立派。バな感じなんだよ、ね。おしゃれだって言いますよね、坂田さんも。だけどほら、出るとアホの坂田になるでしょ。あれがいいよね。そうするとみんなも笑っていいんだって思うじゃん。笑われるやつってよくない？いや、だから、そういう、なんか、経て、そうなったんじゃないですか。やっぱりその笑われるの嫌な時期も、あった。やっぱあるし、だからそれこそ、なんか、やっぱり僕も、笑われるの嫌な時期あったんですか？ありますよ、刑事ドラマで棒読み。乗り越えたんですよ、それを。あ、それを劇団四季で乗り越えたんですよ。棒読み問題ですよね。だから僕の場合はそういう漫才とか笑いで消化できるものが武器としてあるので、うん、それはいいなと思うんですけど、うん、そこの美味しいって思わない人っていうのが結構世の中にいるんですよ。あと世の中にはその偉いって思われたい人もいるじゃない、うん、そういう人が周りに迷惑かけてる気がする。なるほど、なるほど。そういう偉いイコールそういう何ですかね、権威とか。そうそうそう。そういうものと反するものだから。うん、どうしてもそういうね、欲はありますね。ポンコツって思われたら試しめたもんだって思うんですよ。なるほど。やっぱりでも脳科学者って言われちゃうと、世間一般的なイメージはとても頭が良くて、そうですね、
ね、何かこう見透かされてるんじゃないかっていうふうに思っちゃいますけど、ね、でも僕のヒーローのアインシュタインなんかめっちゃポンコツでしたからね。あいつのポンコツぶり、ポンコツぶりはひどいですよ。アインシュタインは子供の頃に本を読んだんですか、アインシュタインの。そうです、そうです。だからアインシュタインって5歳まで一言も喋んなかったとか。一言も喋んなかった、あと高校中退してパスポートなしでもう勝手にヨーロッパ中旅行してたとか。どういうことですか。めっちゃポンコツなんですよ。ポンコツっていうかもうダメですもん。ダメなやつなんですよ。だからちょっと例えて言うとまあこで沖縄でYouTuber で頑張ってるユタボンっていう、ね、はい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 、彼僕小学校の頃会っていいやつだなと応援してるんですけど、うんうん、僕のところにユタボンちょっと高校ね残念ながら落ちちゃったみたいで、お前なんとかしろよってか、うん、僕に言ってくんだけど、いやでも、うん、いやアインシュタインって高校その同じ頃がユタボンみたいなもんだったよなって。そっかそっか、なるほどね。茂木さん自体はどうだったんですか、ちっちゃい頃は。やっぱりでも俺しくじり先生に呼び出されて怒られたんですけど、うん、人の空気読めないよねとか、うんうんうん、それはもう小学校の頃からダメでしたね。空気読めないっていうか。あ、そうですか。言っちゃいけないことを言っちゃうっていうか。あ、じゃあもう子供の頃から炎上してたんですか。そうですね。皆さん炎上とかなかったんですか。炎上らしい炎上は俺はちょっとわかりますね。なんか急になんか黒板叩いたりとか。で俺したいとか、花間さん、俺さっき1時台聞きながら、改めて思ったんですけど、エリート中のエリートですもんね。エリート中のエリート、お笑い界の。だから競技漫才とかで、ずっとトップだったじゃないですか。いや、トップじゃないですよ。お笑い明太子だけですよ、優勝した。いや、だからさ、高校の時の、あ、俺は、そうかと思って、ああ、なんかそうか、俺、そうだよなと思って、エリートなんだと思って、なんかね。あ、本当ですか。でも、でもね。そうですね、もう。エリートっていうのは、やっぱり僕らで言うと、ダウンタウンさんとか、うん、20代で天下取った人のことなんじゃないかなと。いや、今で言うと、霜降り明星とかね。ああ、でも競技があるじゃないですか、うん。またね、競技とその、なんていうかな、その、人気があるないかっていうのはまた別の何言っても俺ちょっとマジいこと言ってるような気がするんだけど、競技漫才って競技だと賞レース、でも賞レースも優勝はできてないので、うん、だからやっぱりいろいろ頑張ったけど優勝はできてないんですけどね、うん、全部見るんですか、 M1 から R1 から、まあ、一応なんか気をつけ、なんかやっぱり時代が現れるんでね、うん、あ、なるほど、今の時代日本何なんだろうなっていうのは。今年はね、もしかしたら松本さんの代わりに茂木さんが審査ないわ。それ絶対炎上しますからね。めちゃくちゃ面白いですけど、もぎさん。いや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 、松本さん元気ですから、聞いてないと思うけど、でもなんかあんまりね、後輩芸人さんも連絡取れてないっていうんで、大丈夫ですかね。なかなか心配ですけどね。心配ですけどね。でもなんか、すごいですよね、帯でこんな番組やってて。月火水木で。大変でしょ。茂木さんもラジオだってやられてた。帯じゃないから。帯でやるって、それを責任感があるし。でも笑っちゃったのが、なんか、その、何ですか。劇団スティック、あれ僕着ながら面白いなと思って見てたんだけど、はい、ネタのために作ったんですって。あ、ネタのために、だからこういう番組やってるとネタが必要じゃないですか。あ、まあそれも一個ありますよ。ただ今はちょっとマジな状態、マジになっちゃってます。感動があったからね。いや俺それすごいなと思って、うん、そうか、芸人さんって自分でネタ作るんだっていう生き方自体がネタになるような、起こしていくということですね。勉強になるなと思って、ね、でも茂木さんも割とそういう意味ではネタに尽きないような気しますけど。確かに毎日例えば X とかでも、まあ、ね、YouTube もやられてるので。だけどもいま、うん、だに俺ユタボンと変わんないですよ。なんかもういま、うん、だにさまよってる感じですよね、本当にね。いまだにさまよってるんですか。なんか分かんないですよね。蝶々追いかけてる。いや、蝶々追いかけてるの。そうなんですけど。まあ違う、本業の脳科学はちゃんとやってるし、はい、大学でも教えたり研究とかしてるんですけど、うん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 、日本の社会に対してどういうふうに俺は、つまりだから、林修さんみたいなポジションはなんか俺には向いてないんですよ。うん、なんか、いかにも先生みたいな感じで。うんうん、まあ、社会の役に立つ。池上彰さんみたいな。え、うんうん、今普段、こんだけ失礼なことですけど、どうやって先生。教授とかを。教授とか。そうですね、そうですよね。それ言わないと分かりにくい。分かんない、うん。一応某ソニーの研究所のシニアリサーチャーっていうのやってて、もちろん。うん、あと東大の、客員教授と特任教授ってやってて、はい、だから大学院生の指導とあと研究をしてるんですね、東大で集団的知能っていう、
プラスなんと、あの全国に1万2000人生徒がいる通信制高校の校長も、うわすげえ、全然教育ですね、じゃあね。でもそういうとこ見せないから。いや、そういうとこ見せると、だから、ポンコツじゃなくなっちゃうから、面白くないでしょ。嫌なんですよ、俺。ポンコツになりたい。ポンコツになりたいんですか？なりたい。意味がわかんないですよ。時代的にはどうですか？昭和、平成、令和？うん。少し生徒の、なんか、あれが変わってきたとか、そういうのってあるんですか？ああ、うん、今の高校生はいいんじゃないんですかね。うん、いい。フラットですよね。え？フラットっていうか、学歴とか、なんか、そう、偏差値とかそういうことにあんまりとらわれない人が多くなってきて、偏見があんまりないっていう感じですか。逆に言うと実力しかないっていうか、ね、今日も YOASOBI のお二人が、うん、あのホワイトハウスのディナー行ってたけど、ね、あの二人だってボカロピーカー出てきてね、夜にかけるってもともとはあの物語 .com ってあの小説の共有サイト、うん、だから芥川賞でも何でもなくて、うん、そこに出た確か原稿用紙たった5枚ぐらいの小説、そうなんだ、を元にできた楽曲が夜にかけるで、だから実力さえあればそこに行けちゃう、ホワイトハウス行けちゃうんだよ今。そういうルートでね、普通はないけど今の時代が、若い人はもうそういう感覚だってことね。若い人どっちかそっちに興味があるんじゃないかな。なるほど。でますますその指定とかなんか漫才協会で指揮をしてっていう人は少なくなってくる。ちょっといいですか、うん、なんか立ち入ったこと聞いて。はい。だから、まあ一応、ダメです。いいじゃん。急に立ち入ったことって言われて。あの、お笑い界のね、はい、ちょっといろいろ言ってんだけど、はい、その、あの、お二人に立派な師匠がおらしてたじゃないですか。はいはい。私のことですか、そうです。うまいですね。はい、僕だから、はい、師匠と3人で出てきた現場も見てますか、あ稽古師匠と晩年、三人で漫才をやってました。本当ですか、はい、お客席から。はいはい、隠れて、見つかんないように。東洋館で。言われてるのは、その、うん、吉本が学校作ってから、その指定関係なくなっちゃったのが、ちょっと影響を与えてるっていう、こと言う人もいるじゃないですか。なんか、どうですか、そうは、本当でも、ちょっと言いにくい、言いにくいだから、言いにくいだろうけど。いや、でも、その、誰でも、その、学校に入れば、芸人になれるような時代になったというか、その時の、うん、その私は慣れたっていう、そうだよな、はい、ルートがこう、でもだからそういう師匠はいないけど憧れの人とか、うん、多分心の師匠みたいな人は絶対いるもんね、師匠がいると、うん、だから世間で言われてるのは、うん、なんかちゃんと礼儀とかいろいろ教えてくれるから、うん、変なことになりにくいって、まあそうですね、いう話も意見もある。ただもう昔の師匠のね話聞いたらめちゃくちゃですからね。そうですね。だから果たしてそっちが、はい、よく弟子を取れるなっていうようなね人格の人とかいますけど、逆に師匠を見てああなっちゃいけないって、そういう意味のね、勉強師でね、存在かもしれない。森さんはそういう師匠みたいな人っていらっしゃるんですよね。僕は養老さんですかね。養老たけしさんは、さん、はい、一応師匠。に当たる方なんですけどね、いろいろ直接指導を受けて、ちょうど僕は25年上なんで、はい、見てるとああいうふうになるなんか25年後ああなってんのかなみたいな、ああなるほど、うん、養老さんってなんかあのシャンプーしないっていう噂で聞いたこと、なんか湯シャンしかしないって俺聞いて、一時期真似して床屋さんにすごい臭いですって言われたことある、養老たけしさんの本読んで、ああそうなんだ、うん、なんか湯シャン、それ知らなかったですか、ね、そうか、今度聞いてみますね。いや匂ったことないよこれ。 CM 交通情報を挟んで引き続き茂木健一郎さんお付き合いいただきます。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、東京都の天郷峰トンネルでオートバイの事故のため6キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは嘉平を先頭に八潮料金所まで5キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは川崎市高津区三代わり不動交差点でオートバイ2台の事故のため通行止めになっています。このため上りは梶ヶ谷交差点で迂回する措置が取られていて1キロの渋滞です。
日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。爆笑オンパレード、5月18日土曜ラインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくは日本放送イベントホームページまで。さあ、ゲストは引き続き茂木健一郎さんをお迎えしてお送りしていきます。茂木さん、あの外録チャンネルにもね出てましたね。ああ、 YouTube、 あの花尾さんも出てもね、うん、カメラめっちゃ近く寄るんでね、すごい怖いんですよね。ちょっと近すぎだよね。あんなに近いんだと思いましたけどね。喋りづらいでしょ、そしたらもうカメラ近かったら。その、うん、でもなんかあの人喋っちゃいますよね。うまいんだかな、あ、聞き手のね、人が、企画、角度がいいんだろうね、あれね。角度、あの、なんか、入り方が、人に対して。だから、つい喋っちゃうんだよね。つい喋っちゃう。さあ、あの、茂木さんに質問ですね。はい、ウーナッペさん。人間は、脳のほんの何パーセントしか使っていない。まあ、よく聞きます ね。もっと脳を使うには、どのようなことをしたらいいのですか。フルで使えたら、どんなことができるんですか。これはウィリアム・ジェームスの説ですよね。10%。これなんかね、はい、ハーバードに10歳ぐらいで入っちゃった天才がいて、はい、その人を調べて、うん、はい、そういう結論になったんだよね。ほとんど使って、皆さんもそうですよ。あの、全然使って。その人で 10% 超天才でも 10% しか使ってない。で、脱抑制って一般には言われていて、はい、その脳の中には実は能力眠ってんだけど、我々はそれを抑えてるわざと。だから人間にはヨナのコンプレックスって言って、あの、聖書に出てくるヨナっていう人がいるんですけど、はい、あの、大きな使命与えられたのに、はい、俺は無理っすとか言って断っちゃった人がいるのね。同じように人間にはヨナの、みんなにそういうなんか本当はすごい能力あるんだけど、発揮するのが怖いっていう。あるある、ある、あ、ありますよ、ありますよ、そうだね、まあ、みんなあるでしょ。だから要するに臆病とか、うん、そういう気持ちですよね。だからみんな、例えばさ、うん、あの、ハリウッドで主演男優賞取れるかもしれないじゃない。棒読みでも。ごめんなさい、師匠。ごめんなさい、師匠。棒読みの師匠と。いやいやいや。そうなっちゃいけないんだって。どっかで、そう、抑えてると。あの、変わるのが怖いっていうのは。だから言ったら、その部分っていうのは勇気だったり、心の部分じゃないですか。それがやっぱり脳なんですか。僕だから、うん、実は鈴木おさむさんの、うん、明日はもう待ってるっていう小説、はい、今度出て、あの、先日、あの、ラジオでちょっと話していただいたんですけど、はい、俺読んでて、キムタクとかは、うん、それがないんだなって、あの、うん、キムタクって大スターだってみんな思ってて、うん、本人も思ってるじゃない、うん、あれでいいんだって思うんですよ、それ。なるほどね。で、自分はキムタクにはならないってみんななんか思ってるんじゃん。思ってるのか。いや、思いますよ、うん、それは。言っちゃいましょうよ。それを。土屋さんだって意外とかっこいいから。意外とでは。意外とでは。意外とでは。具体的にどうすればいいんですか。思うよ。それを。脱抑制。はい、だから、これはあの、アスリートがやってる方法で、とにかく自分に負荷かけて、リミッター外すっていう経験を何回かするっていう。脳でも。だセリフをもう追い詰めて覚えるとか。あの、できないだろうっていうようなものをやってみる。やってみると、うん、めっちゃかっこよくなっちゃうとか、めっちゃウケちゃうとか、そこで覚醒するんだ。そうそうそう。で、それにも体が順応してくるわけ。そう。だからそういう自分になってもいいんだ。なるほどね。じゃあ大谷翔平なんかはもう全員がダメだって言ってた。そう、大谷さんになれないって多くの野球少年思ってんだけど、大谷翔平になっちゃってもいいんだって、なるのがちょっと怖いんだよ。だから言ったら高岸と同じことを言ってるってことですね。やればできる。やればできる。要はやればできる。まあ、やればできる。そうですね。そういうことです。すいません。脳科学そうなっちゃっていいのかに。面白いですよね、そういうのも。そうですよね。100% 使うたらもう何でも作れる。はいはいはい、みんなキムタクになりゃいいんだよ。ああ、うん、なるほどね。キムタクさんがそんなに自信満々だった。いやいや、わかんない。わかんないけど。投射費では。面白いです、ね。投射費で、ラジオネーム、ポポンタさん、うん、ね。僕の友人は自分が見た夢をこと細かに話します。面白い、これに対して僕は、夢は見るものと、見るものの起きると全く覚えていません。
もう起床するとね、これって記憶力に関係あるのでしょうか。ちなみに僕の記憶力は人並みだと思います。これ記憶力というよりもその人の睡眠パターンですね。だから睡眠パターン、まあ、睡眠にはレム睡眠ってあの夢を見る睡眠と、それからスローウェーブスリープっていう深く眠っていく睡眠があって、はいはいはい、この深い眠りとレム睡眠のパターンが人によって違うんですよね。だそのパターンによって覚えやすい人と覚えにくい人がいて、そうなんですか。この人はおそらくね、眠りが深いんじゃないかな。夢を語れる人は眠りが深い、語れない人は眠りが深いんで覚えてなくて、比較的レム睡眠の周辺を漂うことが多い、うとうとしてまた寝て起きるみたいな人は覚えてる確率が高い。でも夢っていうのはどっちで見てるんですか、深い時に見てる。どちらも見てることが分かってるんですが、でもレムの方が多いですね。浅い方が、レム睡眠の方が多い。あの人間ってどのぐらいで物を忘れるのかっていうのを一回僕ね、はい、自分で試そうと思って、電車乗ってた時に、うん、1時間ずっとその人の顔を見て、はい、俺はこの人のことを一生忘れないって思うじゃないですか、はい、もう絶対2日後ぐらいに忘れちゃうんですよね、うん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 、あれって何なんですかね。あのだからアイコニックメモリーっていうか、あの非常に特殊な能力を持ってる人はそれを覚えられるんですけど、うん、逆に普通の人は、うん、その人の顔を今までの知ってる顔に合わせて、うんうん、そこに溶かし込んでいっちゃうというか、その関連付けて編集して覚えていくんで、それは脳がちゃんと働いてるっていう証拠ですね。だ特に変わった顔じゃなかったんですよ、きっとその顔が。ああ、そっかそっか。脳の働きなんですか、それを忘れさせる、はい、顔にもあるんだ。はなんか忘れるってことは、逆に言うとそれが記憶の中でちゃんと収納されたっていう。逆に言うと、その父親が全然普段気づかれないじゃないですか。これ脳科学的にこういう気づかれない顔なんだ。いや、俺もだからびっくりしましたもん。イケメンじゃねえか。びくってなった。その気づかれない顔ってあるんですか、そのなんか顔のタイプとかで、うん、本当に気づかれない、覚えてもらえないですけど、顔を一般に整った顔っていうのは平均顔に近いっていうことが分かってるんで、うん、平均ってことなんですね。じゃあね、だからおそらくね、目の間の距離が平均、顔の幅の、46%、はい、目と口の間の距離が、うん、顔の長さの 36% 平均値、これが平均値なんですけど、おそらく土屋さん測ったらいいと思うんだけど、46、36ちょうど平均なんだ、はい、あ、だから覚えられない、そう、特徴があんまりないと。なるほど、特徴がないんだ、平均なんだ、ちょうどこれが、ぜひ理由がやっと分かったわ。だから僕が日本人の平均の身長だから173じゃあメジャーが入ってきたんだ今すぐには測ったけど、今すぐには測れないと思うけど、どことどこつきました？いやいや、顔の長さ、目の間が顔の幅の 46%、はいはい、顔の幅、うん、ちょっとじゃあ見ます、目の長さ、ですね、顔の幅が大体12ですね、目と目が、うん、で目と目が12で24かな、顔の幅が14、じゃあ14だ、あ、ちょっと待って。ちょっと待って、俺分かんなかった。ちょっと待って。人間ってそうなんじゃないですか。いや、違う。分かんなかった。あ、違うわ。7と、はい。14かな、うん。の間。うん。7と、じゃあ10、じゃあ7センチですね。そうですね。7と14。はい、うんうん、7センチ。目の幅が7センチ。あ、40。あ、大体合ってる。だ約50だから。合ってるわ。合ってる。合ってる。おお、すごい。今、概算で50だから、50% だから、46% に近いじゃん。はい、ちゃんと測ったら46なんじゃん。すごい、46% なんだ。じゃあ、本当に。やば。平均だったんだ。平均的な顔の数値で出るんだね。顔の覚えづらさっていうのは。人類がなんかの時、モルモットになる必要があるんですよ。ぜひ、あの、一番真ん中の人間だから。ぜひ、アルテミス計画で月に行っていただくっていうのは。実験台に、実験台で僕が行けたら大体見てるみたいな。昔のあのね、弥生時代の人の再現みたいな顔をね、出てくる人の顔になるってことですよね。ね、多分そうですよね。そうだね、あ、チェリマスさんからも質問来てまして、はい、うん、脳科学者という道を選んでなかったらどんな職業に就いていましたか。何やってたかな。僕意外と郵便屋さん好きだったんだけどね、子供の時に。あれだから体動かして配達するの好きみたいな。ウーバーイーツとか。ああ、配達とかね。ああいうの好き、意外と。いい知らせを配達する。なるほどね。全然違う仕事ですけど、ね。全然違う。いや、もうね、お時間が来てしまいました。どうもありがとうございました、本当に。いや、茂木さん、なんかお知らせありますか。お知らせ、あ、俺なんか本今で300冊ぐらい書いてるんで、どれでもいいから読んでください。300冊あるから、できれば最新、どれでもいいから、どれでもいいです。調べて、ね、はい、何か読んでくださいということですね。いや、本当は楽しかった、ありがとうございます。本日のゲスト、茂木健一郎さんでした。失礼しました。ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎、当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずはあなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。一軍光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている20分番組伊集院光の種、我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。ラジオリビング、箱崎みどりアナウンサー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。今年もあの美味しい新玉ねぎの季節がやってまいりました。今日の日本放送ラジオリビングは年に一度この時期にしかご紹介できない今が旬の美味しい新玉ねぎ、甘くてシャキシャキ、熊本が生んだ奇跡の玉ねぎ、さらたまちゃんをご紹介します。さらたまちゃん、もうね召し上がっていただいておりますけれども、はい、毎年大人気のさらたまちゃん、美味しいんですよ。熊本県の JA 芦北が苦労の末に作り上げたオリジナルブランドの玉ねぎ、これを産地から直接お届けします。新鮮さと美味しさが段違い、美味しいですよね。もうね一度食べたら驚かれると思います。人気の秘密は甘みが強くて辛みが少ないので水にさらさずそのまま食べても美味しいこと。名前の通りサラダで食べてほしいみずみずしい玉ねぎです。これ生で召し上がっていただくと美味しさの違いね、めちゃくちゃうまいですね。そうなんですよ、ね、全然あの辛くないですね。なんか本当生で食べたらね、全然辛いはずなんですよ、玉ねぎって、不思議ですよね、甘い、なんか水分が多いから辛みを感じにくいそうなんですが、今回はオリーブオイルとなんだっけ、ポン酢とかつお節、うん、で私は家でめんつゆとかつお節とか、ね、はい、うん、もうねドレッシング次第でねいろんなバリエーションでサラダでも美味しく召し上がっていただけます。実は玉ねぎには血液をサラサラにする成分や高血圧を防ぐ成分など生活習慣病の予防が期待される栄養がたくさん含まれています。中には火を通したり水にさらしたりすると十分に摂取できない栄養もあるので、水にさらさずそのまま美味しく食べられるっていうのは本当に嬉しいポイントです。栄養は取れるんだ。そうなんです、購入された方からはとにかく甘くて美味しいですとか、玉ねぎ嫌いの子供が美味しい美味しいって食べてくれるので助かってますなど嬉しいお声たくさん届いています。我が家の子供たちもね、あのちょっと野菜苦手なんですけれども、これはもう美味しく食べていました。美味しいね、そうなんですよ、しかも今回さまざまなものが値上がりしている中、去年よりもお安い価格でご用意することができました、まだ食べたことがないという方ぜひこの機会にお試しください。熊本が生んだ奇跡の玉ねぎさらたまちゃん、1箱におよそ12玉から23玉入った5キロで税込み4280円、そしてこちらにあります箱、大変お買い得な倍の10キロセットはすごい量、なんと税込み4780円です。ええええ
どういうこと、どういうこと。10キロセットは500円足すと、5キロセットに500円足すと量が倍になる。なんだそれ。ご近所に配りまくってる。そうなんですよ、圧倒的にね、10キロセットお買い得、すごいお買い得じゃん。ただし今年も数量限定でのご紹介、毎年放送前からね、リピーターの方はたくさんのご予約をいただいている商品でもありますので、ご注文はお早めにお願いします。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。熊本地震から今年で8年が経ちます。頑張れ熊本の意味も込めてご紹介したのが始まりで、今ではリビングの大人気商品です。熊本が生んだ奇跡の玉ねぎと呼ばれているゆえんは、熊本県から認定されたおよそ100軒の農家さんだけしか作ることができず、さらに化学合成肥料や除草剤の使用においても国の厳しい基準をクリアした特別栽培農産物として認められている希少な玉ねぎだからなんです。美味しい新玉ねぎですから、あっという間になくなってしまうと思いますし、まとめて買うと重たいですが、リビングご自宅にお届けいたします。もうね、お裾分けでも喜ばれますし、はい、お得なまとめ買いおすすめします。熊本が生んだ奇跡の玉ねぎサラタマちゃん、5キロセットは税込み4280円、そして500円プラスするだけで量が倍になる10キロセットは税込み4780円です。関東一都6県は送料込み。お届けはサラタマちゃんの収穫期、5月上旬から下旬頃を予定していますので、どうぞ楽しみにお待ちください。お申し込みは、お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。箱崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく、内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、解体工、現場監督など。またアスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など。さらに現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。例えばお父さんが建設現場や工場で働いていて肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かればいくらもらえるのか無料で確認できますので、お電話を 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。この番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。この時間は日替わりで様々な企画をお届けしてますが、今週はこちらをお届け。ビッグカメラプレゼンツ、ビッグな家電ショー。毎月第2木曜日にお届けしているビッグな家電ショー。このコーナーでは日本放送からほど近い有楽町にもお店を構え、皆さんの街に回るビッグカメラに毎月おすすめする最新家電とその魅力をたっぷり伺っていきます。よろしくお願いします。今月はこの方にお越しいただいています、新キャラ、ビッグカメラの南波さんです。はい、ビッグカメラの南波です。よろしくお願いします。いや、本当新キャラとは聞いてましたけどね、南波さんというのは最終兵器だと聞いてます。最終兵器、ビッグカメラの最終兵器がいよいよ登場。南波さん、よろしくお願いします。ビッグカメラは長いですね、もう10年以上、うん、そうですか、10年以上やってんの。はい、なんだ、そこでまだ2年目ですとかっていう感じで。いやいやいや、すいません、ちょっとピチピチ感がなくて申し訳ないですけど。若いからね。ですよね、10年やってるとは思えない。思えない。ねえ、見た目ですけど。さあ、今年度も引き続きよろしくお願いします。そんな中、今回ご紹介いただくのは何でしょうか。はい、今回は旅行ビジネス、語学学習にも大活躍間違いなしの通訳機をご紹介いたします。通訳機ね。はい、
必要ですよ、欲しいですよ、だって海外旅行好きだからね。こういう時英語全然できないのに行っちゃうんですよ。行っちゃうんだよこの人。そしたら ぜひですね、今回の、はい、ポケトークぜひ、うん、気になってました、はい、聞いてみてください。そうなんです、今回はですね、海外旅行が、今、たくさん日本にですねいらっしゃってるというところで、はい、ゴールデンウィークでも海外の方が日本に、はい、逆に今日本にもたくさん来てるし、こっちも行くしね。そうですよね、はい、その中でコミュニケーションを取るとなると、やはりこう言葉というところが、はい、大切になってくると思いますので。店の人とかもそうだし、ペルーかなんかね、はい、ペルーだっけ、アルゼンチンですね。アルゼンチンに行かれたんですか。はい、そうですね。何語なのかもしれない。わかんない。スペイン語。スペイン語。はい。そう、入ってますよね、スペイン語ね、多分ね。入ってますか。もちろんね、入ってますよね。あとでいろいろと試してみましょう。試してみましょう。はい。はい。4月ということですね、この春からの語学学習を始めたという方、たくさんいらっしゃると思います。うん、はい。語学学習と言いますと、電子辞書のイメージが、はい、あると思うんですけども、電子辞書は、わからない言葉を調べたり、あとは英語などの発音を確認したり、あとはトイックなどなどの資格対策やテスト対策などでもですね、重宝していると思います。はい。ただですね、海外の方と実際に話すとなると、ちょっと勝手は違いますし、例えばですよ。Where is the best place to see Japanese comedies? などとですね、突然。ちょっとわかんないね。突然話しかけられたら、なんか言いましたよね。電子辞書だと、突然話しかけられた時になかなか対応できないと思うんですよね。確かに分かんなかったね。坂田師匠、コメディナンバーワン。コメディナンバーワン聞いてくる人いないでしょ。師匠の話です。コメディナンバーワン知ってて。分かんないよな。はい、そこでですね、はい、今回ご紹介させていただく AI 通訳機のポケトークのこの S シリーズが大活躍。ちっちゃい。ちっちゃい。よくCM?でやってますかね、なんかそうなんですよ、CM でも、はい、たくさんご覧になってる方いらっしゃると思います。スマホよりも全然ちっちゃい。ちっちゃいんですね、こんなね。そうなんです、かなりコンパクトになっております。はい、こちらですね、実際にですね、このお互いに相手の国の言葉を話せない、そういった方同士でも会話ができるようにする通訳ツールとなっております。はい、かなりサイズも小さいので、持ち運びも便利ですよね。ということで、先ほどわからなかった英語ですね、はい、こちら。Where is the best place to see Japanese comedies? こちらを実際に、翻訳してみたいと思います、はい、操作はですね非常に簡単です。この真ん中のボタン、こちらを押します、そうするとこうピコーンと音が鳴りますよね、はい、この音が鳴った後に先ほどの音声流しますので、こちらで通訳をしていきたいと思います、では行きます。 Where is the best place to see Japanese comedies?日本のコメディを見るのに最適な場所はどこですか？おー、早い。この速さで完璧に通訳できるの、これ。すごいはっきり。すげえ。音声で言ってくれるんですね。そうなんです。このスピードで、すぐに。本当会話が全然スムーズにできそうですね。できましたよね。はい。さらにですね、今は英語ですね、日本語に変換しましたけども、日本語で話して英語に翻訳するということもできるんです。はい。ではですね、花輪さん。こちらにですね、ポケトーク1台ご用意いたしました。はい。こちらの、ボタンを押して、またピコンって音が鳴りましたら、日本のお笑いはどこで見るのがおすすめですかの答えをですね、日本語で言ってみてください。なるほどね。なるほど。では私が押しますね。音が鳴った後にお願いします。いきます。浅草東洋館がおすすめです。はい、ありがとうございます。漢字でもう変換されてる。すごくない？あ、今言った日本語が正確に浅草東洋館がおすすめです。モニターにこのように、はい、頭いい、できてますね。間違いない。よかった。ルミネ座吉本とか言わないで。あ、もう出た。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。これで普通にできるね。そうなんですよ。今、英語で試してみたんですけども、その他にも中国語や韓国語、あとはヒンディー語など、世界74言語に対応しております。74言語。いやこれ1台あればもう安心だね、本当に。そうですね。さらにですね、このポケトークなんですけども、それだけではないんです。ここにですね、韓国語の料理メニューをご用意いたしました。全然わかんない。わからない。
メニューね、はい、こちらですね、うん、内容わからないですよね。わからない。そうですよね、うん、今回のポケトークの機能にカメラ機能というものもございます、うん、こちらのカメラ機能を使って外国語を今度は日本語に訳してみようと思います、うん、では試してみます、うん、それを映して、はい、このように写真を撮って変換します、うん、はい、見てください。もう出た。ランチメニューって書いてあったのこれ。そうなんです。あ、ビビンバ、豚クッパ、全部同じ文字に見えるもん。私ビビンバにします。いや、やってないです今日。やってない。出てくるわけじゃないです、あのメニュー、このようにですね、うん、カメラ機能を使っていただくと56言語に対応しております。買わないとダメじゃない。早かったな。こう今なんかね、韓国からこう化粧品とかそういうのもね、うん、送られてきて、はいはい、その説明書が読めないとか結構あるんだよね。わかんないよね。あ、今日本にも使えるわ、うん、海外旅行に行ったらぜひこちらのポケトークですね、持っていくだけでどこでもご利用いただける。これはちょっと海外行きたくなったな逆に、ね、はい、うん、はい、うん、そんなですね、うん、AI 通訳機のポケトークのシリーズ S、はい、気になるお値段なんですが、はい、32,780円、さらに 10% のビッグカメラのポイントもついてきます。これだけの機能あってそれの値段だったら安いっすよ、ね、本当に、はい、ゴールデンウィークや夏休みですね、ぜひ旅のお供にこちらのポケトークご利用ください、はい、詳しくはビッグカメラの店舗またはビッグカメラ .com をチェックしてみてください。はい、南波さんありがとうございました。ありがとうございました。ビッグな家電ショーでした。ビッグカメラエアコン超早得キャンペーン、当社して省エネエアコンが今なら最大 20% ポイントサービス。今お使いのエアコンは最大3万円で下取ります。その他にも2台3台同時購入でさらにお得。設置工事もお任せください。詳しくは店舗またはウェブで。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。時刻は2時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さんお願いします。はい、お伝えします。300議席を争う韓国総選挙は今日午前開票が終了し、全議席が確定しました。公営放送の KBS テレビは、革新系最大野党、共に民主党と比例代表向けの系列政党が半数を大幅に超える175議席を獲得したと伝えました。一方、ユン・ソンニョル政権の保守系与党、国民の力と系列政党は108議席で惨敗し、任期を3年残すユン大統領は国民の意思を謙虚に受け止め、国政を刷新すると述べました。林官房長官は今日の記者会見で、選挙結果については論評を避けつつ、引き続き韓国側と緊密に意思疎通すると強調しました。政府としては来年に国交正常化60周年を迎えることも見据えて、日韓両国の協力が両国国民が悲劇をする形でさらに堅固で幅広いものとなり、関係の改善を両国国民が持続的に実感をできるよう、引き続き韓国側と緊密に意思疎通しつつ取り組んでいく考えでございます。次に、アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の元通訳水原一平氏が、違法賭博の借金を返済するために大谷選手の資金を盗んだことを捜査当局に対し認める方針だと地元メディアが10日伝えました。ニューヨークタイムズが複数の関係者の話として報じました。大谷選手の口座からの送金が本人に通知されないよう、水原氏が口座の設定を変えることができた証拠を当局は掴んでいるとされます。当局は被害額がこれまで伝えられた450万ドル、日本円で6億8700万円を超す可能性もあると見ています。水原氏との関係を知るため、大谷選手からすでに話を聞いたということです。
企業情報の持ち出しなど営業秘密の侵害に関して去年全国の警察が受理した相談はおととしと比べ19件増えて78件で、統計を取り始めた2013年以降で最も多かったことが分かりました。警察庁のまとめで明らかになったもので、先端技術情報の海外への流出も懸念されることから、警察は企業や研究機関に情報持ち出しの手口や対策を助言する活動を強化しています。おしまいに、東京渋谷区の共産党本部の壁に先月スプレーのようなもので落書きされる被害があったことが分かりました。これは警視庁が今日明らかにしたもので、被害届を受け建造物損壊の疑いで捜査しています。警視庁によりますと、落書きは横およそ5メートル、縦 1.5 メートルほどです。また共産党によりますと、落書きがあったのは建物の2階部分の外壁で、先月15日に見つかりました。壁に文字のようなものが書かれていて、落書きはすでに消したということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。初ラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップライター。今日は100年を作る会社カジマ、フジパシフィックミュージック、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。はい、メール来てます、はい、ヘルメスさん、今度から漫才の時にナイツの花輪です、ナイツの平均的な顔土屋ですと挨拶してみるとつかみで笑いを取れそうですね。ナイツのではないから、ナイツの平均だから、人間の平均、人類の、人類の平均顔だからね、いいですね。いや、数値で出されるっていうのは初めてだったからね。なんでだろうと思ってたんだけど、やっぱもう覚えられないの、それしょうがないんだね。じゃあね、数値が、そうなんだ、目と鼻と口って大体ね、そんなに特徴がないってことだね。ずれてないのが平均から全く、人間だけだよね。猿とかって同じで見えるよね。いや、どうなんだろう。だからそういうのも不思議だよね。あと人間、同じ人間でも日本人から見た外国の人のこう顔の違いいまいち分かんなかったりっていうのもなんか脳のあれなのかなとか。本当に脳科学ってすごいよね。研究すること無限にありそうじゃん。無限にあるよね。ねえ、300冊出してるって。いやー、面白いよね。すごいね。なんかいいよね。なんか話ずっと聞けるよね、森さん。そうですね。面白かったですね。ポンコツになりたい。ポンコツになりたいっていうのはね。だけど、あ、続いてパチョレックさん、茂木さんの話、最終的にやればできるに落ち着いていたのが面白かったです、うん、土屋さんもキムタクになれるし、花田さんも大谷翔平になれる、うん、そしてやる気を出せば茂木さんも松本人志さんのように面白くなれるということなのでしょうか。超いじってる。脳は複雑回帰な仕組みになってるんですね。めちゃくちゃいじってる。そうだね。そうだね。そうですね。最後に聞きたかったね、その性欲と笑いって比例するのが聞きたかった。森さんにそこがつながるかどうかって、ね、聞けなかったんだけどな、うん、脳科学でつながるのか、うん、まあでも最初の炎上の時がね、うん、そのフルマラソンの直後だったら知らなかった、うん、その時に読んだんだって。自分炎上してるって。まずフルマラソン終わってネットニュース見るかね。まずそこで見るって言ってた、うん、すごいけどね、まずね、うん、スマホを捨てた方がいいんじゃないか。本当に郵便屋さんになりたいって言ったけど、今 X の方でポストしまくってますけどね。こういう時ね、脳科学的になんかうまい返しとかあったりですね。こういうダジャレを言うおじさんに対してね、なんて言ったらいいのか、脳科学で聞きたかった。はい、古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、B 型肝炎の方へ、最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は、給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、
これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時を回りました。ナイツ・ザ・ラジオショーをお送りしております。さあ、木曜パートナー箕輪はるかちゃんからこの時間のお天気を伝えてもらいましょう。はい、有楽町日本放送の屋上の温度計は 16.3 度、湿度は 53.5%、今日の東京地方は晴れのち曇り、関東は雲の間から日が差しています、午後2時までの最高気温は都心で 19.8 度でした。穏やかな陽気で風もそれほど強くは吹いていません。この後夕方から雲が増える見込みですが、雨が降ることはなさそうです。明日は午前を中心に雲が多く、一部ではにわか雨のところがあるでしょう。午後は天気が回復します。土屋さんの顔くらい平均的な春の天気ですね。うまいこと言いましたね。もう本当今日は平均的なんだ。平均的な陽気なんですね。平均的ですね。春の天気として、はい、ちょうどいいもんな。確かに、今日寒くもないし、暑くもないし、それほどない。違和感ない。ずっとこれだったらいいね。毎日この天気だったら一年中この天気がいいわ俺。ポカポカしてね、いいですね。ありがとうございます。はい、さあ、オワコンメール、あ、1枚読みましょうか。はい、ラジオネームゆうちゃんさん、オワコンになりつつあるのは紙チケットです。そう、今や早坂営業もアーティストのライブも映画館もみんなデジタルチケット、チケットを紙に印刷することもなく、スマホの QR コードを表示すれば入場できます。家にチケットを忘れてしまうということがなくなるのは便利ですが、スマホが壊れたらどうなるんだろう、充電が切れたら大変だと別の不安がつきまといます。少しずつデジタルチケットに移行されてきたけど、スマホを持っていない世代の人はどうなるのかなと思うので、完全にワコンにはならないのでしょうか。将来完全に紙チケットなくなるのでしょうか。プロ野球とかさ、それこそ俺今日今から神宮球場行くけど、俺チケット2枚持ってんだよ。待って、待ち合わせ何番ゲートでしましょうってなってんだけど、それあれセブンイレブンとかで、あのコンビニとかで印刷したやつ。それはあの招待 いただいたやつ。ああ、だからさ、だからだよ多分。だからなんかその関係者席とかだから紙チケットなの。あ、そうなの。大体、もう今その自分で取った人ってもう本当デジタルチケット。あ、そうなんだ。野球も結構そういうの多いね。あ、そういうのなってんのか。一人が2枚買っても友達にデジタルで分けられますね。そう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 。だから俺結構そういうの待ち合わせすること多いんだな。招待ばっかで行ってるからだ。招待ばっかで行ってるからなのかな。ああ、そっかそっか。だからでも本当そのスマホの充電がとか思うよね。いや、それはあるよね。なんかあの飛行機もさ、今もう携帯で来てるじゃん。いや、あれも怖いよな。あれね、紙の方がいい気がするんだけどな、まだ。そう。で、昨日俺さ、夜普通になんか、ネットとか見てたら急に電源が落ちて、充電とかまだあったのに、なんかそういうなんか時間のあれなのか分かんないけど、そういうこともあるから、急に電源が落ちて全く動かないとかっていうのもあるから怖い。どっちが SDGs なのかね。電気使うわけでしょ、それで。でも紙よりははるかに SDGs なんじゃない？あ、そうなの？デジタル化の方が。もうそんなもっとないのかな、簡単なやり方。簡単なやり方、目だけでピーって開くとか。なんかでも悪用されそうだね、そういうの。指紋とかさ、悪用されるそういうの。正確だったらいいけどね、それでセキュリティが。そうだよね。劇団スティックもそう進化していかないと。劇団スティックもそうだよ、チケットもね、デジタル化していかないと。木の棒にね、木の棒にしなきゃいけないから。木戸線とかね、昔は言ったけど、木戸棒に木戸棒にしなきゃいけない。木戸棒で未だにチケットやったらすごいけどね。さあ、はい、ここで連日お伝えしてますが、来週4月15日から始まるスペシャルウィークのお知らせです。来週のナイツ・ザ・ラジオショーはこちら。ナイツ・ザ・ラジオショーアニバーサリーウィーク、2024年は日本放送70周年、これを祝してナイツ・ザ・ラジオショーでも同様に、
10周年を迎えたメモリアルな超豪華ゲストが連日登場、一緒にお祝いしていきたいと思います、うん、改めてそのラインナップ紹介しましょう。まず4月15日月曜日、今年デビュー30周年を迎えた黒夢の清春さんが番組初登場、うん、さらに2時台は M1 グランプリ2004王者、こちらもコンビ結成30周年のアンタッチャブルから柴田さんが初登場。ミュージシャンと芸人さんの同期っていうのをなんか面白い、確かに、調べてみるとね、ミュージシャンの人の方が貫禄がやっぱあるから、そうですよね、早く売れるみたいなのもちょっとあるかもしれない、ね、そうなんだよね、続いて16日火曜日は1時台が R1 グランプリ2024にて優勝を果たした町浦ピンク、うん、実は芸歴20年目満を持しての登場です。そうなんだ、ね、さらに2時台は M1 グランプリ2年連続決勝進出のさやか、こちら結成10周年、この春に上京したことも受けてこちらも初登場。事前にさ、前室みたいなところで放送禁止用語のリストあるじゃないですか、 あれに見せざんって書いておいてね、見せざん禁止なの、もう混乱するから、もうわけわかんない、やりたがるから見せざんラジオでやるのかね、はい、続いて水曜日は、花さんもなっちゃんも大好き、結成35周年を迎える電気グルーヴのお二人が再びラジオショーに降臨。まあ、はるかちゃんも好きだもんね。そうですね、そうなんだよ、ね、楽しみに。あとなんかしなきゃ、うちの兄貴がさ、すごいなんか行きたいってすごいラインが来るね。すごいね、いいですから、大好きだから、はい、そして最終日4月18日木曜日は声優デビュー40周年を迎える声優の日高のり子さんに加え、先週から追加ゲストが決定しました。13時台にはこの方が登場します。日向坂46松田好花さん、はい、今年デビュー5周年を迎える日向坂46から春に新たにオールナイトニッポンクロスを担当する松田好花さんが番組初登場。日向さんと松田さんって共演 NG じゃないんだ。そんなないだろ何があったんだよ。豪華かつおめでたいメンバーでお届けするナイツラジオショーのスペシャルウィーク、さらに各曜日豪華プレゼントなどもご用意、これまで月曜はユニクロギフトカード1万円分かける3名、火曜日は巨人戦ペアチケット、水曜日はプレイステーション5とお伝えしてきましたが、木曜日は、アビオットのイヤホン3名様にプレゼント。アビオットのイヤホンじゃん、はい、アビオットじゃん、すげえじゃん。さらにさらに、長谷園さんより2024年で発売から50周年の朝毛をこちらは毎日プレゼント。ホッとするね。俺これ、めっちゃ嬉しかったな、もらったら。朝毛です、おいしい朝毛。そんなゲストもプレゼントもとにかく豪華な来週4月15日からのナイツラジオショー、お聞き逃しなく。まずはドラマ関係者注目のあのコーナーです。日本放送ズー。この商売限界だなとある時思ったのは、緊張しなくなっちゃったんですよ。やっぱり人間緊張しなくなっちゃうと終わりだなとか思うんですね。だからね、辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。緊張してるってことは自分の理想があってっていうことですよね。まあ、そうなんだ。だから理想もなんもないし この時間はパートナーにスポット当てたコーナーをお届けしていますが、毎週木曜日はこちら、青春かな。学生時代は家と学校の往復、青春時代を取り戻したい私春かがラジオドラマの中でヒロインを演じて青春を取り戻すという、この3人でもそんなコンセプトの新会社を作って3時3分に発表しちゃいたくなるコーナーです。新会社を作る、新会社、はい、昨日ね、嵐の5人がね、発表しましたけど、それにかかったのか、あ、5時5分だったんだ、はい、株式会社、なんていう会社なの、青春、嵐、あ、青春氏の方じゃないです、こちらの方はね、こちらはね、いいんじゃないかなっていう提案です。ういう、はい、はい、今日もリスナーの皆さんからちょっぴりキュンとする春キュンなラジオドラマを送ってもらっています、はい、まずは宮戸川さんです。設定は劇団ハルカの座長ハルカと劇団員の花は公演の打ち上げでの会話。今回の劇団ハルカ公演、素晴らしい舞台になりました。皆さんのおかげです。ありがとうございました。乾杯。座長お疲れ様でした。花君すっごく良かったよ。ありがとね。
こちらこそ座長についていきたいと改めて思いました。うんうん、嬉しいな。来年の公演も一緒に頑張ろうね。もちろん一緒に頑張りたいです。でも来年まで待てないんです。え、どういうこと？座長と一緒にいたいんです。今日からずっと、死ぬまでずっと二人一緒に。花輪君、それお芝居？うまい芝居なんかできないって座長が一番よく知ってるじゃないですか。演技じゃなくて心からあなたが大好きなんです、はるかさん。あ、いいですね。あかん、涙出そうや。関西で昨日のあのリハーサルでスラッシュファイルの片山さんが言った名言です。そうなんだ。あかん、泣きそうやリハーサル見て。あ、これやっぱ劇団のやっぱね、青春だよね。劇団の中の恋愛みたいなのってやっぱね、公演だけで終わらせたくないっていうね。そうだよな。千秋楽は寂しいんじゃないですか、皆さん。寂しいでしょ。そうだね、それはやっぱあるよね。スティックにはないの、なんかちょっと恋は芽生えるみたいな。スティックのね、そういうのあんのかな。なんかちょっとそれはそれで面白いけどね。ね、うん、この人がこの人ととかね。そうですね、うん、堀江くんとか彼女できたりしないのかな。いや、だから、うん、結婚されてる方も結構いっぱいいるんだけど、うん、多分そこら辺はまだ素性がよくわかんないから、うんうん、まあ恋愛禁止ではないから。あ、うん、全然。なるほど、うん、そういう、だから終わった後の動向とかは見るの好きなんだよ。確かに動き見てたらね、なんか分かるかもしれないね。だからとにかく俺に早くタクシーで帰ってほしいから。花さんがいるといると、なんかそういうのできないから。そうだね、素が出せないみたいなのあるかもしれない。いいですね。はい、はい、続きまして中谷志乃さんです、うん、設定花尾さんが強火の声優ファン、うん、土屋さんインターネット住民、うん、はい、ふむー、やはり遥か殿は歌声も演技も至高でござる。この気持ち SNS に投稿するでござるよ。遥かさんが最強、他の声優はセリフ棒読みすぎて草と。お、早速レスがついたでござる。遥かさんが最高なのは激しく同意だが、こいつは他の声優さんの演技を知らない情弱、わらわら、半年ロムレ、わらわら。なんだこの前歯黒太郎ってやつ、言い返してやる。オイラははるかたんのライブ全部行ってるし、振り付けもコールも完璧にマスターしてるぞと。お前かよ、毎回最前列で暴れてんの、わら。周りに迷惑なんだよ、わら。来てくれんのはありがたいけど、わら。ムキー、なんだこいつ、インターネットバトルじゃダメだ、直接呼び出して決着つける、つけてやるでござる。数日後、あの遥か深淵隊長ノブリンさんですか。おお、あ、前歯黒太郎さん、女性だったでござるか。すいません、紛らわしい名前で。っていうか、ええ、は、遥か殿ご本人でござるか。バレちゃいましたね。どうしてもファンの人たちと交流したくて、事務所に内緒で偽名を使って裏垢で投稿してるんです。なんですと。そういえば来てくれるのはありがたいけどって書いてあったでござる。大ファンでござる。誰にも負けないぐらい応援してるでござるよ。ノブリンさん、とっても嬉しいんだけど、私を褒めるために他の声優さんを下げるのは、その声優さんのファンが傷つくからやめてほしいな。え、は、はい。あとライブいつも来てくれてありがとう。でも来てくれた人みんな同じように楽しんでほしいから、ペンライト振り回すのと大声で叫ぶのはほどほどにね。すいません。ノブリンさん、前歯黒太郎との約束だよ。はい、これから気をつけるでござる。ずっとファンでいてね。はるかたーん、心ぴょんぴょん走って、なんこれ、何もうさ、途中の流れてる音楽がさ、なんかパワフルプロ野球のストーリーの話みたいです。カタ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 って言ってね、なんかゲームとかもあるよね。そうそう、ミニゲームのつまんねえミニゲームオタクっぽい、オタクっぽい、かわいらしいね、こういうのもね。こういうのってなんかやっぱり読まないやつだから面白いんだろうね。そうだね。なんか俺もなんか笑ってちゃんと言うべきなのかね。俺もそう、これも。あれなんか毎回笑って言ってたけど、発音するかどうか分かんないやな、あれ、ね。はい。今日は2つ。今日は2つということで。よかったね、こっちも。じゃ今のも良かったですね。いろんなセリフがあって。ね、どうしましょうか。じゃ中谷志乃さんに、まあ、これだけ長いやつ書いてくれたからね。そうね、はい。今日は中谷志乃さんにしましょう。決定です、うん。おめでとうございます。はい、おめ
こんな感じで青春を感じさせてくれるドラマのワンシーンを送ってください。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名は青春でお願いします。青はカタカナ、春はひらがなです。たくさんの春キュンドラマ待ってるよ。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10であなたが受け取れるかご確認ください。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょとお思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。またアスベストの製造工場のみならず医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など、さらに現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。例えばお父さんが建設現場や工場で働いていて肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かればいくらもらえるのか無料で確認できますので、お電話を 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。うん、はい、ウサリンさん、うん、ナイツのアクリルスタンドものすごく欲しいです。今はないので、うん、消し坂と一緒に撮っています、うん、マックのフラッペとも撮りました。あ、消し坂実写のアクリルスタンド、ぜひぜひお願いします。消しゴムフィギュアを、これをしかもマクドナルドの ね、こういうのを撮ってくれるってことなんだね。これがアクスタだとよりいいなっていう意見です ね、うん、ね、だってもういいじゃんこれで、消し坂大きさ的にもちょうどいい、ね、そうですね、うん、でもアクスタも欲しいということで、うん、宮戸川さん、うん、劇団スティックの棒グッズですが、うん、棒キーホルダー、お箸、魚肉ソーセージが欲しいです。棒状のボーキーホルダー、あ、お、え、何、お箸も棒状、はい、魚肉ソーセージ魚肉ソーセージ、なんで魚肉かわかんないけど、魚肉ソーセージ棒状がいいってことじゃない。あ、なるほどね、好きなのかもしれないですね、うん、ね、うん、ボーキーホルダーってなんですか。ボーキーホルダーってなんですかね。なんか、うん、わかんないですけど、ホテルのなんかビジネスホテルの、あれね、クリアなやつみたいなやつとか、なんか、うん、落ち着くよね、あれ。あれなんかグッズでさ、U字工事が出してたじゃん。あの、あ、なんだっけ、あのラブホテルの、あのネタやってたじゃん。エーゲ海ってラブホテル、そう、ラブホテルだろうってネタがあるから、うん、エーゲ海の鍵の、あのキーホルダーみたいなのを出してたよね。あ、いいじゃないですか。うん、そういうのっていいね。なんかホテルスティックとかさ、なんかそういう感じで、なんかいいかもしれない。だから劇団でそういうグッズをね、うん、作るとかそういうことになるとね、うん、お金の管理とかそういうの大変になるから、うん、なんかやっぱり誰がするんだとかそういうのもなんだよね。うん、あと口座をね、うん、
作ったりするらしいんだよ。うん、うん、大変なんだよね、劇団って。本当に。何もないの、うん、今。何にもないよ。魔石とかがやってんの。わかんないんだよ。スラッシュパイルがやってんだよ。わかんないんだよ。どうしたらいいんだよ。この後、日本チャレンジアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間はアース製薬がお送りします。海の横でバッ、あ、財布にお金がない、という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。アイドルのスカウトマン田中は花粉の季節に悩んでいた。マスクで顔の違いが分からずトンチンカンなスカウトをしてしまう。そうだ、透明なマスクを開発すればいいんだ。田中は製薬会社に入社。マスクなしで花粉を防げるスプレーを開発。街からマスクが消えた。田中は元の職に戻ったが、結局いいスカウトはできなかったという。なぜって、そもそも田中には見る目がなかったのだ。という話があったかは分かりませんが、アレルブロック花粉ガードスプレーモイストベール、花粉や乾燥が気になる季節に。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。からお送りしてきた日本放送ナイツラジオショー、お別れのお時間となりました。今週もありがとうございました。週末もラジオショーでお楽しみください。明日の中川家ラジオショー、ゲストはアインシュタインの2人、うん、土曜日サンドイッチマンラジオショー、ゲストは俳優アーティストの森崎ウィンさん、うん、そして来週のナイツラジオショーはアニバーサリーウィーク、さまざまなジャンルの豪華ゲストが登場。月曜1時台は黒夢の清春さん、うん、2時台はアンタッチャブル柴田さん、うん、火曜日1時台は町浦ピンク、2時台はさやか、水曜日電気グルーヴの2人、木曜日1時台は日向坂46松田好花さん、2時台は声優の日高のり子さんです、うん、全て生放送で来てくれます、うん、さらに連日豪華プレゼントもぜひお聞きください。この後3時30分からは辛坊治郎ズームそこまで言うかです。この後も日本放送でお楽しみください。はい、はい、うん、大森ジョニーさん、アニバーサリーウィーク楽しみです、はい、ナイツと同じ2000年結成のアーティスト調べましたよ、サンボマスター、レミオロメン、うん、パフュームでした。来週の、はい、2000年結成、来週のラジオショー毎日聞きます。サンボマスターとレミオロメン、レミオロメンとパフューム、同期なんだ、ね、すごいですね、皆さんすごい。レミオロメン会ったことはないない。あ、サンボマスターさんはね、うん、あのラジオゲストにも来てくれたし、うんうん、ありますけど。パフュームもなんか昔出たよ。あれなんだっけ、パフュームのなんかスタバーみたいなやつもなんかわかんない、パフュームカフェみたいな、なんか共演したね、なんかそう、うん、カフェみたいなとこであったよね。そう、思いっきり俺なんか名前間違えちゃってちょっと突っ込まれて謎だっけ、のえ、菓子床、うん、とか、うん、私のことずっとさっきから あーちゃんって言ってますよ全然まだあんま分かってない、絶対ダメだよね、それ絶対ダメだよ、あんまりよく分かってなかったんだけど、急に呼ばれちゃったからさちょっと好きだとか言ってたからさ、俺もなんか名前まであんまりちゃんと呼ばれたのに間違えちゃって、間違えちゃってさ、めちゃくちゃ恥ずかしい、ね、めちゃくちゃ恥ずかしかったな、ね、同期っての知らなかったです、ね、同期なんですね、ハリセンボンとかも分かる、自分の同期のミュージシャンよ、芸人以外ミュージシャンはちょっと分かんないですね。俳優とかね、調べたら面白いよ ね確かにそうですよ ね俳優とかさ、の年とか分かんない、2000年のデビューの年、つながりがね、あるかもしれない。そうだね、ミレニアムズ、ね、ミレニアムズだからね、言ったら俺たちはミレニアムズやってたけどね、やってたけど、うん、村本くんとね、茂木さんなんか同じようなちょっと匂いが匂いが同じだなと思って言ってたけどね、はい、うん、ここまでのお相手はナイツの土屋信之と花輪信之と箕輪はるかでした。また来週。Thank you.
れたもの を取り入れられるように滅びた己の誇りを春戻らない幸せがあることを戻ろう